はい、じゃあそれではです、ねえー、本日の1年合格専用入門講座、えー、民法の本論編の第1回の講義を進めてまいります、えー、まあ今日からです、ねまあ、全体構造編ありましたけれども1年コースとしては、えー、本論編の講義今日からまあ民法ということで最初の科目ということになりますでまず一番最初には民法ということで、えー、学習は進めていくことになりますが講義としてはこの講義メモを中心にまあ予備試験の論文式試験で問われるものを特にまあ事例問題に、ね、もう早い段階からえ慣れていくという意味で、まあ、重要事項をとにかくまあ最初に、えー 網羅的にに扱っていいくととうことになりますで最初に扱っていくのは、まあ、レジュメで最初の1ページというところになりますけど今日の1回目の講義はやっぱ意思表示というのをやりますで通常まあ民法を勉強するときには、まあ、民法とは何なのかとかね、えー、もしくはその法律とは何なのかみたいな結構総論的な話っていうのが、まあ、最初はやるケースは多いんですが、まあ、特にはまあ2年コース1年コース、まあ、そこは共通してるんですが、まあ、とにかくまあ法律の具体的な適用みたいに慣れてってでその中で大体まあ法律の使い方みたいなのを、ね、全体像をつかんでから、まあと で、総相論的なところを見た方が分かりやすいだろうというところもありますから、まあ、できる限りまり最初の講義の中では、どちらかというと馴染みやすいところとか、出題頻度の高いところをまず見ていきます、でそのうえで、どうしてこの意思表示というのを <laughs> まあ最初に勉強するかという話なんですね。でまあ、そもそも意思表示って何なのかというその前提として、まあ、少しちょっと書きながら進めていきますが、まず、あの、 もっと民法ってそもそも何なのかという話からするとこれは1回目の講義で触れたところなんですが、まあ、司法あ回目で全体構造編の中でも少し触れたところなんですが、まあ、民法って司法の一般法なんですよ。でじゃあ司法の一般法なんだけれどもじゃあ司法って何なのかと、まあ、最初はちょっといろいろ書きながら進めていきますが。 <laughs> まあ、一般法とということになりますじゃあ,じゃあそもそも司法って何なのかというとその憲法とか行政法といった広報というのは、まあ、私人対権力の争いなわけですよ、まあ、公権力が私人に対して例えば表現の自由を侵害するとかね、えー、もしくは行政庁が、えー、私人に対して営業停止処分をするといったように、まあ、公権力が私人に対して何らかの侵害活動を行ってきたときに、まあ、私人の側がどうやって、まあ、公権力に立ち向かうかというのが広報というののジャンルなんですよ。でそれに対して司法っていうのは <laughs> 非常にシンプルであの詩人対詩人なんですよ。で詩人対詩人の関係なんですね。でその時に 例えばお金を貸したけど帰ってこないとか、えー、もしくは、ねえー、物を売ったんだけれども引き渡してくれない、えー、他にも例えば自分の家なのに勝手に人が住み着いて出てってくれない、えー、もっとシンプルな話だったら、ね、なんか普通に歩いてたら車に引かれちゃって、ね、で車に引かれて怪我したんだけれども、えー、賠償してもらえないみたいな時に結局、主人と主人との間で何らかの紛争関係が生じた時にじゃあどうやって解決するのかというのがまあ民法の。 まあ司法と呼ばれるるものの根幹にあるわけですよでそうすると結局私人対主人の関係ってどうやって生じるかっていうとまず契約なんですよね原則は。じゃあ契約ってどういうふうに生じるかっていうと、えー、例えばパン屋さんに行ってですねその 例えばパンをくださいと言った場合例えば飼い主がパンをくれで売り主が、ね、じゃあそれ100円で売ってやるって言ってそのことが合意されたとつまり目的物であるパンと代金額100円というところに合意がなされるとそれによってパンの売買契約が成立するとでパンの売買契約が成立すると何が起こるかというと、まあ、お互いに債,権債務が発生する、まあ、例えばですけど例としては例えば A と B って2人いてパン屋さんで A が売り主だとしますよね。 まあ、B が飼い主だとしてで、まあ、売り主のもとにパンがあると、まあ、これは全体構造編の中でもまあ触れたところではありますが、まあ、例えば、売り主と飼い主との間で、まあ、パンを売ります、パンを買いますというこの意思が合致するとで意思が合致することによって契約が成立するわけですよねでこのようにまず契約が成立するためには、まあ、お互いの意思表示というものがまあ合致するとで合致することによってまあ契約が成立すると。 いうことになるわのとき契約が成立した場合何が発生するかというと、まあ、売り主と飼い主との間でお互いに例えば売り主であれば売り主は飼い主に対して、まあ、例えばですけれどバンが100円だということであれば、まあ、例えば代金請求権。 ちなみに講義の中で SK って書いてるときは、まあ、の請求っていうのを書くのと大変なので SK って書いたりしますが、まあ、例えば売り主は飼い主に対して代金払えっていうことができますよねでじゃあ飼い主は売り主に対してどうするかパン売るっていうことをこのパン引き渡せて言いますよねということはお互いに代金請求権それからこちらは飼い主は売り主に対して引き渡し請求権が発生するとでこのように売り主と飼い主との間で意思が合致した場合にはお互いに請求権を持ち合うという関係が生まれるわけですよね でこの請求権を持ち合うという関係が、まあ、これは講義の中でも結構重要な話だけど、債権と呼ばれるわけですね。えー、これは人から人への、えー、請求権ということですね。えーまあ、契約が成立することによって、まあ、債権というのが発生します。でこの債権というのは、人から人への。 まあ請求権として位置づけられるでこのようにまずその民法っていうのがそもそも司法の一般法であって契約が出発点になるとでじゃあ主人間の紛争っていうのはどういうふうに起こるのかっていったら、まあ、一番シンプルなのは代金払ってくれないとか、えー、物を引き渡してくれない物を引き渡してくれないっていうのは、まあ、契約が有効に成立したで契約が有効に成立したら、まあ、お互いに請求権を持つとでこの請求権のまあ履行というのを求めていくというのがまあ出発点になるわけですよ。でかつつ、ね、もう一つありましたよね その医,師医師が合致することで契約が成立するでその時には債権が発生するけれども、まあ、もう一つ重要なのはパンというのはもともと B が、まあ、所有していたわけですよ。 でこの所有権というものはもともとパンを売買する場合は売り主がパンを持ってたわけだけどこのパンの売買契約の成立によって所有権は A から B に移転することになりますよねでこれはあの民法の条文でも実はありましてまあ意思が合致することによってその まあ、パンに対する所有権、まあ、これは物件というふうに言います、物に対する支配権ということになりますが、これは176条で規定があるんですね、えー、176条で、えー、物件の設定や移転、まあ、ちょっと難しいことを言ってますけど、物件というのは物に対する支配権です。ということは、この A が、まあ、パン屋さんである A がもともとパンに対して持っていた支配権というものは、A と B との意思の合致によって、まあ、動くということになります。そううするとこのように その契約が成立することによってもともと A が持っていた所有権が B のもとにこう移転するとちょっとまあ図としてはこんな感じの図になりますかねもともと A が持っていた所有権というものが B に対して移転していくという効果が生じるでこのようにあごめんなさいねえっとこのようにですねちょっと字。 この物件というものの変動原因でもあるとでこの物件というのは人から物に対する、まあ、支配権ということになりますで、まあ、このようにですねその契約が成立するっていうことはその民法の中ではものすごいたくさんのことが起こるんです でそして、その契約というものが例えば民法の、まあ、予備試験の問題であればどういう問題が出るかというと詩人と詩人と紛争が起こってでその時に契約が結ばれたんだけれどもその履行してもらえないとかで場合によっては、ね、A さんは契約を結んだつもりだけど B さんは契約を結んだつもりがない、まあ、そもそも契約が成立したかどうかが争いになったりもしくは契約が有効に成立したとしてもその契約通りのことをやってくれない。 えー、契約通りの履行をしてくれないもしくは契約通りのことをしたんだけれども例えば引き渡されたパンが腐ってたとかね引き渡されてたパンがなんか、えー、少し問題のあるパンでそれによって B さんに損害が生じたとか、まあ、言ってみれば契約の成立そして履行そして契約成立の履行後の状況さまざまな場面で結局はお互い紛争が生じると、まあ、いうことになるだからそのためには一番最初契約ってものを理解しなきゃいけない。 契約って何かっていうとまずしっかり押さえとかなきゃいけないのがこの意思表示というものが合致することによって生じる。 じゃあ意思表示ってそもそも何ですかっていうと、例えば私たちが日常的になんか頭の中で考えること、なんかお腹空いたとかね、えー、なんか食いたいとかね、眠いとかね、さまざまありますけれども、私たちが日常的に思っているそういう事実に対する認識を表示することとは違って、あの民法では意思表示っていうのは特定の法律効果に向けられたものであることが必要になります。えー、ですから例えば売り主がパンを売ります、買い主がパンを買いますって言ってるのは、それはただ単に自分の認識をただ表示しているだけではなくて、 その売買契約っていうその契約の締結に向けられた表示なんだよねだからその維持表示っていうのは結局売り主からすればその売買契約が締結してその飼い主に対して代金請求権を得てそしてえ実際所有権を移転する B さんに移転するということを欲してるわけですよ でこのような法律効果を欲して外部に表示するという意思表示というものがまず売り主、買い主両方にあってでそれがピタッと合致することで契約が成立するということになるそうすると結局この契約が成立するかどうかっていうことをまず最初に理解することっていうのが、まあ、民法の一番骨組みになるっていうことになりますで今回のね、講義の中で最初に押さえといてほしいのはやっぱりちょっと戻りますけど、まあ、民法って司法の一般法なわけですよで、詩人対詩人っていうことは原則としてはこれは契約関係の成立なんですよね。 まあどこまで行っても契約のの成立っていうのが出発点になるわけですでもちろん、ね、これは例外はあります例えばさっき交通事故で跳ねられちゃったとかねそれはま契約関係ないでしょ別に、えー、道歩いてたら車に跳ねられちゃったみたいに契約関係がないこれは不法行為って言われるんだけど、まあ、契約関係がなくして債権債務が発生することはないわけではないけれども、まあ、ほぼ全てですねそういう例外的なものを除けばその契約が成立して初めて私たちっていうのは他人に対しての何らかの拘束力っていうのを持つわけ。 なんですよだから民法って結構シンプルなんですよねその基本的には私たちは日常生活営んでいく中で私的自治って言われて何やってもいいんですよで何やってもいいんだけれどもその私人との間で何かしらの関わり合いを持ったらそこはその私人間でちゃんと調整する原理が必要でしょっていうのが民法なのだから原則としてはほっとかれてるんですよ私たちってだけれども何かその私人間で関係を持った場合にはきちんとしたルールの下で動かなきゃいけないでそれがまあ民法と呼ばれるものなんですよとするとその契約が成立するっていうこと ことがまず最初に理解できないと、まあ民法って何ってなっちゃうわけ。で、そうすると、この契約ってどういうふうに成立するかというと。これは意思表示の合致なんですよ。じゃあ、この意思表示っていうもの、をこれから勉強しようね。っていう話になります。で、特に。先ほど触れましたが、債権の二つの効果は絶対に抑えてね。まあ、あ、ごめんなさい。契約の二つの効果ね、えー。債権の発生原因であり。 えー、物件の変動原因というね、えー、これがまああの契約の効力と。 契約の効力ということになりますので、まあ、この点はまず最初ね、えー、この今日の講義のまあ出発点として、えー、まず最初概論的なところをしっかりまあ理解しておくといいかなというところですでそれを踏まえてですね今日は講義メモの方からいきますがその意味で一番最初に意思表示ってものをしっかりとやっていきましょうということになりますでじゃあ実際予備試験の問題で出てくるのはどういう場合かっていうとじゃあ,、まあ大体紛争が解決してそのトラブルをどうやって解決するかっていうのが出題されるわけだから意思表示が問題ない場合っていうのは 特段、最初の段階では気にしなくていいですよね、えー。例えばパンを A さんが売ります、B さんが買います、その通りということであれば、その通り契約が成立します。えー、問題になるのは、この意思表示に何かトラブルがあった場合どうするかという話なんですね。で、少しあの講義メモの方だと1ページになりますけれども、まず最初に意思表示っていうものが、とりあえず何なのかっていうことですね。で、そこは最初にしっかり押さえておいてください。あのただ単に、自分の考えていることを外に出すというものが意思表示ではないんですよ。 あくまでも、まあ、ここにもあるとおりです、ね、一定の法律効果に向けられた医師の外部への表明、えー、ということになりますそうすると、ここでいうじゃあこの法律効果って何なのって言ったら、まあ、言ってみれば代金請求権が欲しいとか所有権を移転したいとか、えーまあ、そういう話なんですよね。そうすると先ほど触れたとおり契約の成立ですね、まあ、契約の成立によって 契約の成立によって生じる効果などですね、まあ、そういうふうなものに向けられた外部への必死表示ということになります。では じゃあ今日勉強するのは何かというと、じゃあ意思表示にトラブルがある場合っていうのを見ていこうってことになりますが、まあこれからね民法の勉強に限らずね、あの一年コースはもうこっからも法律の勉強を始めるっていう形でスタートしますので、まあ実際にその初めて条文を引くっていう方もいると思うんですが、例えば民法でその辺は規定があるんですよ。で意思表示に何かトラブルがあったらどうなるのというのは今日全部やります。えっ、ー、と民法のね93条からですね。えー、民法の93条からえー、民法のね。えー まあ大きく分けると大枠でいうとなります、えー、まあ厳密に言うと98条の2ってとこまでなんだけれどもまあ今日の段階でしっかりとまあ理解を深めていく必要があるかなというところはそのあたりなんですねで少し条文の方ですけれどもまあ例えば民法だと93条をちょっと見ていただけるとあの心理療法っていうのがありますよね。 えー、心理留保という条文がありますで、まあ、今日いくつかね、あのー、やっていきますがまず例えば93条で、えー、心理留保というのがありますこれは意思表示は表、えー、依者がその真意でないことを知った時であっても、まあ、そのために効力を妨げられない、まあ、言ってることをちょっと確認するとですね、あのー、真意ではないことを知ってした。 まあまあ、条文としては要件と効果で分けていきますが、えーまあ、原則としては意思表示っていうのはそのままね、えー、問題がなければその効果が生じるってことになりますが、えー、93条ではこういう規定がある。えー、その えー、真意ではないことを知ってしたでこの時やっぱり条文読む時ポイントになるのは書いてあることを具体的にイメージする、えー、例えばまあパン屋さんがパンを売りますっていうふうに言ってるんだけれども真意ではないつまり売るつもりがないにもかかわらず、まあ、このパンを売りますよって言ってるケースを想定すればいいですよね、まあ、もしくはもっと身近な例で言えば例えば私がパソコンを持っていてで、まあ、誰か売るつもりは全くないんだけれども冗談で、えー、じゃあこのパソコン100円で売ってあげるよみたいなことを、まあ、冗談で言っているでこれはもちろんまた真意じゃない売りたくないわけですよ 知りながらしたで、この時どうなるかってことが条文で書いてあるで、それがですねそのために効力を妨げられないって書いてありますねで、条文はとにかく要件交換になるのでじゃあこれどういうことかというとまあ、いわゆる心理流法と呼ばれるものについては 原則とととして有効でですすよよいうことですよねだから例えば私が、まあ、あの例えばねパソコン持ってて、えー、じゃあもう冗談でね、はい、100円で売ってあげるよっていうふうに言ったからにはそれは責任持ってその意思表示有効ですから相手が応じた場合には売買契約成立しちゃうということですですからパソコンの所有権私失っちゃうわけですよねでおそらく今までだっ契約が有効とか無効っていうところだけどあのもうちょっと踏み込んでいくと結局その意思が相手が応じちゃった場合には私は引き渡す義務を負います債権発生しちゃいますから。 引き渡す義務も負うし、所有権はその意思が合致した瞬間私の手元から離れちゃうという効果になるわけです。で、これはどうしてかっていうのがやっぱり重要で、ね、まあ民法の条文ってまあ特に。 あの法律の勉強を、ね、本格的に始めていくと結構、ね、最初の段階だともう司法試験を受かるためには6法全部覚えなきゃいけないんですかみたいなねあの結,構み結構身近にそういうふうに考えちゃう,っていうケースもあって確かに、ね、初めて勉強すると、まあ、この法律全部頭の中に入っていなければ司法試験を受かんないんだっていう、まあ、なんかそういう先入観みたいなのは確かに出てくるんだけどあの結論から言うとあのほとんど全部覚えるっていう必要はないですあの覚えなきゃいけない条文というのは存在してはいますで、えー、特に担当式試験だったら条文を引けませんから え知ってるか知らないかってことは聞いてくるけれども、まあ、あくまでも重要な条文に限られますで実際はその条文を引いてそれで論文式試験なら手元に6本ありますから6本を引いてどうなっているかが分かればいいですで特に入門段階1発目であればもうとにかく最初はあの条文を覚えなくていいですあの覚えてもどうせ忘れちゃうしあの何回も重要なものって引きまくります いいていく中で当然に頭の中に染み込んでいくので暗記しようとは思わなくて大丈夫ただあのしなきゃいけないことはその代わり理解することこの条文っていうのが存在するってだけだと忘れちゃうからなぜその条文が存在するのかっていうことをすごい端的にあの押さえておいてください例えばじゃこの93条の心理留保ね後でまとめますけれどもどうして有効になるかそれは言ったからにはそうだろうって話だよねあのそんな冗談で言ったとしても言ったからにはそれはえその通りにしなきゃいけないそれはどうしてなのかというと相手がいるからなんです だっ,てだって私がね例えば他の人にさ100円で売るよって言って相手がさ信じたんだったらそれで冗談でしたすんませんっつったらええー、って話になるわけですよね、えー、でまあ例えばこれがねパソコンの売買契約とかならまだいいですよこれが例えばでっかい不動産の取引とかでねあ,のあれ冗談でしたすんませんみたいなこと言ってもそれは相手のね話相手としては不足だしそれ認めちゃうと世の中の経済って止まっちゃうんですあのやっぱり民法って結構重要なのが相手がいる場合には取引の安全とか その経済の,そのしっかりした信頼関係みたいなものはやっぱり重視されるそしたらどっ,ちはどっちを保護します A さんの、まあ、A さんというかその心理留保したう、まあ、嘘のことを言った人間とそれを信じた人間どちらを保護するかって言ったら当然信じた方法を保護するだから民法はそういう過程の中で出てくるわけでそれを頭に入れとくとその続きが分かってくるんですよただしがあるでしょうただし 相手方が意思表示の真意でないことを知りまたは知ることができたときはその意思表示は無効とする、まあ、これは原則と例外という関係になっていてでこれは全体構造編でもあるけどただしという場合には例外を言われますじゃあ例外は何なのかというとここにあるけどね相手方例えば先ほど言ったら相手方っていうのは、まあ、先ほど私の,あの例で言うとパソコン売りますって誰かに言ってるわけですよね100円で,でその人がこれ相手方ですよねその意思表示を 憑依者のの意意ででないここととととを知知りままたは知ることができたはははるがききにその意思表示は無効とされますつまり理由としてはシンプル相手を保護する必要はないんですその場合にはだって相手も冗談だって分かってるわけだから、まあ、私が冗談で言って相手が冗談って分かってるんだったらそれは不足の損害にはならないわけだから、まあ、相手を保護する必要はないよねってことになるでこの時に一応、まあ、民法のルールになるのでちょっと確認ですがあの民法では知ってる知らないを悪意善意って言ったりします あの知っていることを悪意、えー、知らないことを善意と言いますから、えー、ですからこの「知り」って書いてあるものについては、まあ、一般的には悪意というふうにまあ言われていますであとはね知ることができたっていうところですねでこれについてもあの、まあ、注意を払ってれば分かったよねみたいなケース 例えばさっきの私がパソコン100円で売りますとうう言ったでしょで相手がそれ信じたとで信じたけれども、ね、あのその時の私がもうすげえニヤニヤして、ね、あのそんな売るつもりないのがもう明らかに分かるような状態だしそもそもパソコン100円で買うということ自体が不自然でしょそれはちょっと調べれもしくは調べたりちょっと真意を問い詰めればあれ冗談だよっていうのがすぐ分かるような場合だったらそれは知ってるものと同じとされます。 民法ではこのように実際に知っていた場合だけじゃなくて知らなかったとしても注意を払えば知ってたでしょっていう場合には知ってるものと同じような扱いになってきますでこのようなことを過失っていうんです有過失というふうに言ったりしますでこれはあの条文の中でその悪意または有過失みたいに書いてるときにはこれもしねあの または知ることとできた時はとか書いてなければ知ってるか知らないかだけの話です知知ってるか知らないかだけなんだけれども知りまたは知ることができたっていうふうに書いてある時、まあ、つまりこの条文でいうと悪意有価質の書き方をしているときには知らなくてもそのことを知るべきだったときにはあのやっぱりこの効果としては無効になるということになるわけねそうするとまあちょっと93条の心理留保っていうのを少し見ていきましたが、まあ、ざっくり言うと。 まあ今、申し上げたようなところっていうのを押さえておくといいかなというところですでは、ちょっとチェックシートじゃなくてごめんなさい、講、え、義、ー、メモの方ですね、戻りますけれども、まあ、この93条が原則論で、まず真意でないことを知りながらした意思表示、えー、これに対しては無効になると、まあ、定義しっかり押さえておいてください、真意でないことを知りながらする意思表示、でおそらくこれ、漢字で初めて見る方もいるので、あのこの心理療法の理って感じね、あ,のあんまり見る機会ないと思うんですよ、この漢字。 え見ることないんだけども裏裏表の裏って意味ですあの、まあ、だから心理流法ってなんかタヌキみたいな感じになってるけど、えー、これ裏って意味で表裏の裏で要は心の裏に何か持ってるぐらいの意味で、えー、押さえて頂ければと思いますだからまあ心の裏側に何か持っているっていうのがまあしあの心理流法つまり真意でないことを知りながらした意思表示ということになりますそうするとまあ条文としてはこんな感じですね原則は有効なんだけれども、まあ、相手方が「 相手方が悪意をかす場合には無効ということになります。ですからこれがまあ例外的な規定ということになります。でこの時だからあれですよね。一回目なのでちょっといろいろ書きながら進めていきますが、まあ心理療法っていうとだからこういうイメージですね。まあ A さんがまあ例えばまあ B さんに対してまあこれ心理療法だとします。本当は売るつもりがないにもかかわらずまあ売りますよ買いますよみたいなことを言っている場合。でこの場合には。 原則として有効としては使われるけれども、まあだし書きがありましたがら例外があってで例外としてはこの B ですね、えー、例外としては B が心理療法に対して悪意または有価質。 まあ言ってみれば知っていたまたは知りうべきだったということであれば。この悪意有過失だった場合には例外として無効になると。え無効になるということです。でこれ無効になる理由っていうのは B. を保護する必要がないからです。あの理由としてはまあ結構シンプルっていうことになりますけれども。まあ理由としては。 はい、有効になる理由というのが、ね、その B を保護することにある以上はそううななるということいこになりますで今日は最初にその意思表示のルールみたいのをちょっと、ねあのー、いくつか見ていきますがでこれと似ている条文が93条の心理留保というのはまず原則有効で相手方が悪意をだした場合には無効になるということですがじゃあ、えー、と条文としては次に94条っていうのを見ていただけるとこちらは、ね、通報虚偽表示というやつなんですよ。よ条 <laughs> 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であると、まあ、非常にシンプルな条文でこちらは全体構造編も受講されている方は、まあ、全体構造の中でもその要件・効果の練習でやったところですで分,分類としてはどうなっているかというと3つの要素があるんだよねまず相手方と通じてしたことまあどういう状況かというと、まあ、A さんと B さんお互いに通報しているそして虚偽であること 例えばまあさっきの売買契約の例でいうとね A さんと B さんでお互いに売る気もない買うつもりもないというのにお互いにそれを示し合わせてでそれでじゃあ売ったことにしよう買ったことにしようみたいな場合ですよねでそのような虚偽の意思表示がなされたで意思表示だから例えばねえまあ売買契約に向けられたとかね契約締結に向けられたような意思表示が通報して行われた場合には無効になるということになります。 あのお互いにその真意がないんだったら成立させても意味ないでしょだってお互いに売るつもりもないし買うつもりもないって状態で虚偽の意思表示を合致させたところでそこで契約を成立させる意味は全くないわけですでこれは慣れてくるとあれなんだけど93条1項正し書きと同じ状況だよねだって要するにこっちは目次的にそうなってるだけでしょ売るつもりがないのに売りますって言って相手はそのことを分かって買いますって,言ってやってるわけですよということはまあお互いにその虚偽であることを要するにまあ明治的な通行はないよ 93条正し書きはあの明治的な通報はないけれどもこの相手方が真意でないことを知りながらやってるわけですよということは、まあ、言ってみれば、まあ、明治的な通報はないけれどもお互い虚偽であることを分かりながらやってるわけだから無効だよねという話でしょということで94条はそれを明治的に行っているというところに意味があるという条文ですでそうするとじゃあ94条は無効になるというのはやったんだけどただこの中でもう一つ重要なのがじゃあこれどうして無効になるかというと まあ言ってみればで誰もね、あのー、損することはないんですだからということになるわけですがまあ言ってみればこういう状況ですよね、まあ、ちょっとじょ条文の使われるとこを見ると例えば A さんとまあ B さんとの間で、まあ、94条1項で例えば A さんが所有権持っている不動産みたいなものを、まあ、売ります買いますという形で、えー、やったと。でその時に、まあ、例えば A さんが所有権を持っている、まあ、不動産なりパソコンなりにしましょう。えー、それを、えー、売るつもり買うつもりなのように売買契約を結びました。で、この時には B さんに、じゃこれパソコンにしましょうか、えー。パソコンにした時に B さんがこのパソコンを引き渡しを受けた。で、この場合、所有権は A さんから B さんに移ってないね。契約成立してないから。えー、つまり94条,項あ94条1項っていうのは、これがもし相手方が通報して式や虚偽の意思表示だったら、 まあ無効なわけですからえ例えば同産だったらそれを引き渡してパソコンを B に渡そうが、まあ、このあと勉強しますけれども不動産の登記ですね不動産の登記名義を A から B に移そうが契約は成立してないんだから物件は変動しませんしたがって所有者は A のままということになりますでこれがまあ94条1項の規律なわけですよただじゃこの94条1項の規律を、まあ、ギリギリねそのまま貫いていくと大きな問題があってえ今ここにあれじゃないですか パソコンかかかにしましまょうかパソコン B さん持ってますでパソコン B さん持ってていいパソコンあるねって C さんがそれに気づいたで C さんが「あくれよ」っつったら B さんが「いいよ売ってやるよ」ってここで売買契約が成立しちゃったという場合ですでこの時に原則論どうなるかっていうとまあもちろん原則論ですよ、えー、原則論はどうなるかっていうとまあ所有権は A のもとにありますから所有権 A のもとにありますから無権利者から買ったんですよ C は。 とということは無権利者から買ったということになるとこのままだったら C は所有権は取得できないことになるけれどもこれで C が所有権取得できないってなったらどうなりますあの取引の安全ししく害するでしょ、まあ。例えば動産だったらこ,この B の手元にあったりとかもしくは不動産だったら B の名義の登記になっているとでそうすると B の名義の登記になってればこれは B のものだって思うわけですよ。 でそれで C 買ったら、実はこれ、通報虚偽表示でした、じゃあ所有権は A のもとですってなったら、それやっぱり取引の安全を害する、だから民法ではこういうふうに、取引の安全を保護する状況が生じた場合には、それをフォローする規定があるって理解すればいい、だから、通報虚偽表示は無効なんだけれども、このように C が出てきた場合、で条文、ちょっと見ていきましょうか、えー、条文だと、えー、これは94条2項ですね、えー、この意思表示の無効この全項の規定による意思表示の無効というのは、94条1項の話。 でこれというのは、はいえー、重要です、善意の第三者に対抗することができないということですね。で、この時に、しっかり今日はあは、全体構造と比べて、がっちりやってきますんで、じゃ善意っていうのは何かはいいよね。これは知ってる、知らないだから、その通報拒否表示を知らないということです。で、そのような第三者、つまりその当事者以外の第三者が出てきました、その時には、まあ、対抗することができない。 されるわけですでこの対抗っていう言葉が結構重要であの民法における対抗っていうのはあのさっきの善意悪意が知ってる知らないみたいな話と同じようにその法律用語特有の問題です、まあ、対抗っていうとなんかイメージで戦ったりとかそんなイメージになるとは思うんだけれどもあの民法の世界では対抗するっていうのは権利とか法律効果を主張でできないって意味ですつまり自分の欲している権利であったりとかその法律効果みたいのを主張できないっていう意味で使われる。そうするとこのの条文に即してさっきの事例をね え少し見ていくとえどういうふうな形になるかというとですねえ主張できないというのは A としては, A としてはですねこの事例でいうとまあ A としては C に対して私が所有者だって主張したいわけです。94条1項で無効なわけですから無効だからこれは所有者は私だからこれはあんたのもんじゃないよって主張したいえわけだけれどもさっき94条2項がありましたからそうするとこの C がまあ善意の第三者であると。 全員というのは先ほど触れた、えー、通報虚偽表示の無効、えー、を知らないと、まあ、通報虚偽表示であることを知らない、えー、そういう C が現れてきた場合にはそのものに対して A はこうですね、えー、対抗することができないつまりその無効主張つまり AB 間の売買契約が無効であることを主張することができないということなんです。 対抗することができないっていう書き方をしているわけです。そうすると対抗することができないってことはこれはどういうことですか。A は自分が所有者だって言えないんです。言ってみれば向この無効だから結局私は所有者のままですよってことを主張したいわけだけれども、まあ、対抗することができないということは結果どうなるかっていうと、まあ、従ってということになりますけれども、A から C に対してはその所有権を主張することはできません。 ここのの時にどううなるかというといいれはもう民法ルルールだだ思ってくださいそうすると結果的に A は C に対して所有権を主張できない結果 C が確定的に所有権を取得します。ということなんです。えー、主張できない。その結果、まあ、最初は慣れない部分もあるかもしれませんけれども民法の問題って。 とにかくまずは最初は具体的にどういう事例になっているかということとあとは A が勝つ、B が勝つ、C が勝つみたいに誰が勝つという結論だけ考えちゃうと民法の問題を込み入るて解けなくなるからきちんとさっき出てきたこの A と C がぶつかっているんでしょ、この問題はじゃあどっちが所有権を得られますかというときにまず A からは、まあ、B からしてみればあ C かごめんなさい A と C が今回、ねまあ、対立しているわけですよ、この A と C が対立しているわけですよねで、C からしてみれば B, が買った B から勝ったんだと主張するわけですよね。 B から買ったんだって主張するわけだけど B から買ったということを C は主張しても94条1項で通報虚偽表示ですよね。ということは A からは反論として94条1項の通報虚偽表示で無効だから B は無権利者だという反論が立つわけですよ。で94条1項で無効だから所有者はいまだに A であって B は無権利者だから C は所有権得られないよと。 いう、えー、主張をするんだけれどもただ C からすれば再反論としてこれは私は善意の第三者であると。で善意の第三者であればあなたの言ったさっきの主張はできないよって話は 対抗できないよと結果的に A は C に対して自らの証教権を主張できなくなっているからだから確定的に証教権を取得するっていうことをきちんと説明できるようにしておくのは大切特にあの担当の問題とかを結構ガリガリやってると、まあ、なんとなくこれ C が勝ちっていうふうに覚えてくるんですあ覚えるっていうかね C が勝ちって結論を出せるんだけどあの論文の試験の場合には結局条文に引き付けてそこを書いていくことになるから、まあ、最初のうちはまどろっこしいと思うかもしれないけれどもあのそこをまあ意識するとすごくあの成績伸びていきます。でするとこの94条 の問題っていうのはちょっと整理するとねまず1項が原則です1項が原則で、えー、まず3つの要件ちゃんと言えるように、あのー、でこれは復習するときは条文見て言えればいいよまず通報があることですよねでそして虚偽の意思表示、まあ、この3つが要件になるわけですねでこの通報した虚偽の意思表示があった場合には、まあ、無効の効果が生じるということですでただ無効なんだけれども例外規定があって、まあ、善意の第三者には対抗できないということになりますから えこの九十四条一項については、まあ全員の第三者には対抗できませんよという規定があります。で、これはですね、せっかくなのでちょっとあの勉強しておくとですね、この九十四条二項と同じ規律が九十三条二項にあるんです。じゃ九十三条二項ってどういうものですかという話なんですが、この心理療法でこのこの状況あったよね。九十三条一項タしシ書きの状況、A さんがまあ心理療法をやっていて、B さんがそのことを知っている。この時には無効ですよね。 ですから例えば売買契約を締結させたとで A が所有者で売買契約を締結してで B が例えばなんか物を持っているとしてもこれ無効ですよね、所有権は A のままですよねで、この状況で C が来た場合、全く同じ状況でしょ、94条に行こうと。 つまりまあ A が心理療法をやっていて B がそのことを知っているという状況の中でそれは効力が生じないわけですよね93条1項の正し書きの状態ならでその中で C が入ってきたという場合にはやっぱり全く同じ規律になっていますでこれは条文ちょっと見ましょうかね、えー、条文の93条の2項全、まあ、項正し書きというふうに書いてありますよねつまり全項正し書きということですからまあ93条1項正し書きの状況の中でえやってるけれどもこのまあ意思表示の向こうは 善意の第三者に対抗することはできないと、は、まあ、まあやっぱり善意の第三者に対抗することができないということで、まあ九十三条二項と九十四条二項はまあ全くと言っていいほどっていう全くなんだけど同じなんです。なのでやるときにだから覚えていくというよりは、まあちょっと理解をしながらごめんなさい理解をしながらやってった方がまあこの辺ううまくいくのかなというところではあります。なのでまあちょっとちっちゃめで書きますけれども、まあそうすると。 例えばこのね心理流法の問題のこの税の代償に対抗できないというのがありましたがこの事例どういう事例かというと結局はこういうことなんですよ。ちょっと大きく書きますけど例えば AB で93条1項正し書きの状況つまり A が心理流法をやっていて B が, B が悪意融化と。 えー、B が悪意、まあ、有価質であると、まあ、こういう状況ですね少し、まあ、あのさっと書きましたがそうとこの93条1項は原則としてまあ無効になるで無効になるんだけれどもただここにまあ善意の C が現れたと。 まあいう場合ですでこの場合には結局この善意の C が現れた場合にはこのものは93条2項で保護されるということになります、まあ、少しあのこの94条2項で使う場面っていうのが少しあのイメージ湧きにくかったとは思いますけれども、まあ、こういうふうな形で処理していくということになるわけね。こんな感じですね。<laughs> だからまあ結局のところさっきもこれ触れた通りですけどあの94条2項と全く同じです状況は94条2項の第三者と全く同じになりますから、まあ、考えてみたらこの2つっていうのを見ると分かる通りニアリーコールの関係なっていでえっ、ー、とこの2つっていうのはまあ2アリーコールの関係になっているでしょう。 ってなっているので、まあ、そのあたりちょっと意識しておくと良いかなと思います。ちょっとまあ1ページ目をとガチャガチャっとしてちょっと見づらいところもありますけれども、ま,あ、まずは、えー、そのつ心理留保と通報虚偽表示の、えー、ルールをしっかり押さえておきましょうねで。できればそれで今日の講義の中でしっかりやっておきたいのは、まあ、通報虚偽表示はまあ原則、まあ、こっちら通報虚偽に戻りますけれども、えー、相手方と通じた虚偽の一緒じは無効で,で、その時にはまあ全員無効になるんだけれども、全員の第三者は単行できない。でこの時定義しっかり押さえていきましょう。まず ちょっと下の方いきますけど善意の第三者に対抗できないというのはまず善意というのは知らないことです知らないことです、えーまあ、第三者としての地位を取得した時点で、えー、虚偽表示の事実を知らないことそして第三者というのも一応定義があって当事者はだめね あの当たり前ですよね第三者というぐらいから当事者はだめで一応、もう条文の中でも、ねえー、このように、えー、虚偽表示の当事者および包括承継人以外のものであってということで、まあ、当事者と包括と括承継人いうのは除かれますでそのと包括承継人なんだって話ですがこれはあの民法でこれから勉強しますがあの最初のうち慣れるまでは相続人とかを想定してください例えば A さんが死亡して例えば A さんが死亡して息子さんが相続したという場合にはあの A さんと全く同じ立場に立ちます。 それを包括承継といって,言って相続というのはその人の持っている権利義務、えー、亡くなった人の権利義務を丸ごと承継するので相続人と同じ扱いになりますですから、まあ、例えば相続人がであの例えばこの時、ねまあ、A さん B さんというのがこうう通報協議をやっているじゃないですかで A さんが仮に死亡して相続人が一人 D さんがいたという場合には D さんは A さんと同じ扱いになりますですから D さんが第三者になるってことはあり得ない。 わけですでここはまあ慣れるまではシンプルに大変なんだけどあの一応、これは例として相続人というのをちょっと意識しておいてください。すということですが定義としては、まあ、虚偽表示の当事者および包括証券人以外のものということがまず必要になりますであとは、ここでちょっと書いてあるけど、ね、意思表示に基づいて新たに当事者から独立した利益を有する法律関係に入ったため虚偽表示の無効有効につき法律上の利害関係を有するに至ったものというのが定義。 で,すでいずれは覚えて <laughs> いずれは覚えてだけどい1回目の段階で覚えても何のために覚えるんじゃって話になるから、まあ、そしたらまあ今の段階でばしっと言えてほしいのはまさにこういう買い受け人なんですよ要は AB 間で通報虚偽表示がこうなされてるわけですよねで AB 間でここで通報虚偽表示がなされていてでそれでその B が、まあ、ここに所有者があるかのようなね外観を持って C が飛び込んできたとでそういう人を想定してますなのでこの第三者っていうのはまず当事者や包括承継人以外 っていうのはまず前提で要するにこの AB 間のところに新たに入ってきた人ですそして AB とは独立して入ってくる必要があるそしてさらにはこの第三者っていうのは買い受けたりとかまあ買ってしょ、まあ、例えば ABC AB b 間で売買契約を結んだりとか、まあ、法律上の利害関係があることが必要になるなので慣れるまではとりあえずは、まあ、ある程度は思考停止でいいと思うんですよね新たに独立した法律上の利害関係を持つものと言われています まあ、この辺はちょっとね、どうしてもまどろっこしいところはありますけれども。まあ、この第三者って言われた場合には、法律上利害関係。ということになります。だから、まあ、ここにありますけれども。利害関係人のことを指します。だから、まあ、善意の第三者っていうのを正確に見ていくと。いわね。あの、で、条文を復習する時のやっぱりポイントは。 あの条文では善意の第三者に対抗することはできないとしか書いてないのよ。で復習する時にこの条文を見た時にこれが想起できればいい善意とは何かって言ったら、えー、一応ね第三者の地位を取得した時に、えー、虚偽表示の事実を知らないということですよね。で第三者って何ですか、えー 当事者および包括承継人以外の新たな独立した法律上の利害関係を有するもの。で、対抗することはできないって何ですかというと、対抗できないっていうのは、えー、その権利や法律関係を主張できない、えー、権利や法的地位を主張できないという意味を持つから、そうすると、本件ではどういう意味を持つかというと、その、表依者側から、つまり A の側からね、えー、第三者に対して、 通報虚偽表示をあ理由とした無効を主張することができないよと、まあ、いうふうに読んでいただければということになるわけです。で,でこのように、まあ、通報虚偽表示については94条2項というので,、まああれですよね、第三者を保護するという規定があるわけですがでこれはどうしてこの94条2項というのがあるのかはあのすごく重要なんですよね。でこれは94条2項に限らず民法の勉強をやっていく中で何回も出てくるものです。えー、権利外観法理って言われてます要はあの 本人と、えー、第三者の間の利害対立が思いっきりある状態ですよね、今回ね。えー、こ,この事例でいうと、このちっちゃいこの図で言っても、A と C が所有権を争ってる関係にありますよね。で、この所有権を A と C が争ってるときに、じゃあ、どちらを優先させるかというところを見ると、A には落ち度があるんですよだって、通報虚偽表示って言ってみればさ、この虚偽の外観、つまり B が所有者であるかのような虚偽の外観を作ることを、A は B と通報してやってるわけですよ。 ということは A に言ってみれば落ち度、奇跡性は十分認められるでしょ。で、一方で C はどうです ?C からしてみれば普通にさ、B が所有者だと思って入ってきて知らずに入ってきたわけですよ。何の落ち度もないわけですよ。そうすると、奇跡性っていうんですね、落ち度のこと。え奇跡性のある A と奇跡性ない C をまあ比べたときに、当然これは A を犠牲にしてでも C を保護しなきゃいかんよねと、まあ、いう要請が働くわけですよ。で、このような、 考え方ですねを権利外観法に言っています。で一般論としてこれはチェックシートの一番最初で、えー、書いた内容なんだけどあのまず本人に奇跡性があるとまあ今回 A まあこれ言ってみれば本人ですよね本人に奇跡性があるでそして えー、虚偽の外観が存在するつまり B のの所有者であるかよようなな見た目になってますよね、えー、例えばこれは不動産の陶器とかかなら分かりやすすいんですよ、えー、実際に AB 間で通報虚偽表示になってるんだけど当期の名義だけ B に移すとかになるともうまあ B が所有者であるかのような外観が作られちゃうんですね。でこれはまあ A の落ち度のもと作られてますよね。A の奇跡性のもとでその虚偽の外観が作られてそしてそれを C が入ってきたわけですよ。 C がそれを見てあ B の問題って信頼したでこの C っていうのが今回第三者に当たると第三者に当たるとでこのようにまあ本人の奇跡性虚偽の外観 C の信頼が揃った場合にはやっぱりそれは A を犠牲にしてでも C の信頼を保護しようってことでこれはあのなんかあのしっかり言えるようにしておくといいです落ち度のある A の犠牲の下で 保護するる必要があるとでこれはどうしてこのような保護をする必要があるかというとやっぱりこれ取取引を取引をの安全なんですよねこのように、えー、C の信頼を保護しようでこれがやっぱり第三者を保護することによってで実はだから民法ってなんかあのルールが一応いろいろあるんだけれどもなんでそのルールがあるのっていうことが出発点。 ですそれがもうなんか分かってくるとあのただ担当とかも身も蓋もない話すると6法全部覚えてる人なんていないんですよだけどあのまあそらくこういう条文あるんだろうなっていう形であの知らない条文もあるなしって判断できるうだなってくるんですよねなのであの最初の段階でこの法律のなんか趣旨みたいなものをしっかり意識するなんでその条文があるのかっていうのが趣旨だよね でこの94条条項項ここれ93条2項も同じですよね、えー、この趣旨というのはここに権利外観法律と呼ばれるものに表れてくるとそうすると結果的にどうなるかというとこの3つの要件を満たした場合ですね、えー、この3つの要件を満たした場合には A の犠牲の下で C の信頼を保護するじゃあその C の信頼を保護って何か C の信じた通りの権利を与えるということです ですからこれは C は所有権を取得したと信頼しているわけでしょ、B からなくて。その信頼通りの法的効果を認める結果、A から C に所有権が移転するんです、効果としては。つまり C の信頼を保護するということは、えー、言ってみれば。 信頼通りの権利取得を認めていくということになっていきます。 でそうすると、ですねこの94条2項の問題っていうのは、まあ、ある程度、ここまで分かると条文っていうのはあの条文の理解というのは深まっているのかなと思うんですね。で、少しここからは、えー、いくつか問題をやってみます、この94条2項を使った問題っていうのが、えー、一応ね、レジュメだとね2ページに、講義メモの2ページの方に、えー、移っていきますが、まあ、一応、94条2項の第三者っていうのが、肯、まあ、定例、否定例って並んでますけど、こちらはあの1回目の講義では積極的にやらないです。 1>, あのまあ、1回目の入門段階では後で戻ってきた方が分かりやすいものとかも結構書いているのでまずはこの第三者の例としてはもう典型的なこれをまず想定してくださいあの不動産の仮想譲り受け人からさらに譲り受けた転得者、えー、みたいなものがまあ典型的な第三者ということになりますであともう一つあの1年コースだと追ってすぐ出てくるんでやっておくともう一つまあ今日の段階で知っておくといいかなというのはこれです。 仮想譲り受け人の不動産について抵等権の設定を受けたものでこれはどういうことかというとです、ねえー、例えば、まあ、これ例を挙げますけれども、まあ、上は,はいいよね上はもう普通に買い受けた人なんだけど例えば AB 間で例えば94条の通報虚偽表示がなされてで実際 A が所有者だとしますで不動産の登記が B に移ってると、まあ、言ってみればこういうふうに、えー、通報虚偽表示をして所有者を A なんだけれども B が所有者であるかのように東京を移転したという場合です。でちなみにこの通報拠陣表示でどう,いうどうしてこんなことを行うのかというと大体はあの A の財産隠しなんかで行われることが多い。 まあ例えば A とかが借金が多くなっていると、まあ、このまま借金が多くなっているってことになるとか借金返せないとね例えば差し押さえを食らったりするのでその差し押さえを食らうことを回避する目的で B と示し合わせて B の手元に名義だけ移しちゃうとかってそういうことをやったりするんですで例えばこのように、まあ、AB 間で通報して登記になってるでこの時 B はね登記があることをいいことに今までは C に売っちゃうみたいな話だでしょ でこれは確かにやあの第三者の話なんですでただ、もう一個あるんですよ、よくあるのがあの不動産の登記名義を持っている人っていうのは例えば所有者であるかのような外観を持つからそれを C に売っちゃうみたいなそういうことも、ね、あのやらかすことはできるんだけど他にも登記があると A が所有者であるかのように見えるから銀行から金引っ張ってこれるんですよその銀行っていうのはお金貸すときに抵当権ってつけるんです。 えー、定等権っていうのはまた民法の学習だと6回目7回目とか8回目とかその辺りでやるんだけど要はそのお銀行からお金借りる時に銀行ってただでお金貸してくれないわけですよね、えー、通常だったら、まあ、例えば保証人つけろと、えー、保証人をつけなければ金貸さねえぞみたいなこともあったりあとは保証人がなくても例えばその人が不動産を持ってると不動産にその銀行が定等権ってつけるんです。 抵等権って何かっていうと、まあ、シンプルに言っちゃうとですねあのお金返せなかった場合にその銀行はその抵等権持っている人で強制競売かけられるんですよで強制的に競売かけて競売代金から、えー、債務の充当に充てるといったような契約設定契約を結ぶことができるでそれを抵等権っていいますだからシンプルに保証人っていうのは人を首根っつかむんです債権者はお金返せなかったら保証人追いかけるぞって話ですよねで抵等権ってシンプルでそれを人じゃなくて土地にやるんです土地建物に だからお金返せなかったらそれ競売をかけるよっていうそのための定当権っていうのを設定するんですでそうすると銀行は B に金貸す時にまあ定当権をこう設定するとこの不,動不動産に対して定当権を設定するみたいなことがあるわけですよでこの時は買い受け人ではないけれどもでこの時例えばですよ えー、例ですけれども B がね当期名義人ですで B が銀行から金借りたいっつってね、えー、C, C のとこ行って銀行に行ってで定当権をつけてもらったとあのでそれでもし返さなかったとします、えー、B が返さなかったら銀行は、まあ、当然定当権実行します、えー、この不動産を売却しにかかりますこの時 A としてはいやいやこれ俺の土地だからって話になるわけです、えー、当然人の土地に定当権つけられませんからそうすると銀行としては原則通りだったら94条1項で所有権移転はないわけでしょ 94条でで売買契約は無効です AB 間の売却は無効なので、えー、所有者は A だから C は抵当権を、まあ、本当は有効には設定してなかったということになるけどそんなことになると、まあ、銀行だってそれはねあの、まあ、そんなこと言われても困るよって話ですよねそうすると結局これ買い受けた人と同じ関係でしょださっきちょっとあの触れた話だけどさ第三者ってどういう定義だった新たな独立した法律上の利害関係でしょということはこれってさ この AB 間のこの通報虚偽表示の後に新しく入ってきてでしかも AB から独立してそして定当権者という法律上の利害関係を持ってるよねさっきは買い受けたから所有権を得るっていう話だったよねだけどこれは定当権をつけた場合には C は定当権というまあ法律上の権利というものを主張するものになりますからそうすると新たな独立した法律上の利害関係 C 持ってるのでまあこのような場合でもやっぱりこれは C っていうのはあの矢印というよりはこちらかな,なえ C というのは 第三者に当たりますよというふうに考えられています。でまあこのようにですね、九十四条二項の第三者って言われた場合には、その買い受け人と。それからこの <laughs> 場合ですね、これとりあえず押さえておくといいと思います。で、あとはですね、ちょっと九十四条二項に関しては。少しあの問題を練習したいのがですね、あの。今 a. B. C. しかいないでしょよく出てくるのが。 D とか出てきちゃうケースなんですねあね、不動産がどんどん売られちゃうっていうケースがあるわけです、でこの時に、じゃあ、どういうふうに処理していくのかというのをちょっと見ていきます、で少しこれはあの、事例ちょっと使っていきます、あの事例問題集の方でいうと,、えー、と、一応ね、一番のところに出てくる、えー、問題ではあって、まあ、少し事例問題集の方をちょっと使っていきますと、えー、例えばこういう事例ですね。 がらっと,ガラッと離れてちょっと問題を見ていくとです、ね、あの AB 間で土地の仮想譲渡がなされているで仮想譲り受け人 B から CC から D へと次々と譲渡されている、まあ、このように次々譲渡されているのをまあ点々譲渡というふうふに言ったりしますそうするとです、ね、この少し書き足していくとまず AB 間で通房協議表示がなされているで通房協議表示がなされていてこのあと C に売りましたでその後さらに D に行きましたという形で、まあ、仮想譲り受け人のまあ B から C C から D へと点々譲渡がなされているでこの時に C は善意だったんですよ。C は善意なんだけど D が悪意でこのような状況の中で、まあ、C が善意で D が悪意でこの中で D がじゃあ所有権取得できますかという問題です。これはねちょっと初めてかもしれないけれどもあのぜひ押さえておいてほしいのは結論からすると D は所有権取得できます。 所有権取得できますでどうしてかというと1人全員者が現れてるでしょこの法律ではねやっぱり民法に限らずできる限り法律関係っていうのは早期に安定しようっていう要請があるんですそうすると、まあ、1人全員者が現れましたよねそうするとこの譲渡がなされた段階でここでフィックスされるんですよこの人が94条2項を満たしてますよね えこの C が94条2項の第三者善意の第三者に当たってるという場合には結局 C は A との関係で確定的に所有権を取得してるんですよ確定的に所有権を取得するんですそうすると仮に D は悪意だろうが関係ないですここの段階で法律関係が決まっちゃうそうすると結局 C は権利者から買ったんですよいいつまりこの D が悪意だとか言ってる話今出てるじゃないですか えこの D が悪意だよって話が出てるけれどもこれはさ94条2項のの問題っってていうのは無権利者から買った時に初めて発動する話でしょ要するに無権利者から買った時にその第三者を保護するっていうのが94条2項じゃんそうするとこの問題っていうのは C がもう善意の第三者である以上 C は所有者なんですよもう。ということは所有者から買ってるんだから94条2項の問題には全くならないんですこれは。 つまり、これの承継取得と言われるんだけど要は権利者から買っているだけなのでこの転得者についてはもう所有権取得は全く問題なくできます、まあ、なぜならば C から普通に買ったんです C から承継取得したということになります。でこのように あの一般的には一人でも善意者が現れた場合にはその後についてはもう確定的に所有権一回フィックスしちゃうので善意悪意問わず権利転していきますで。このようなのを絶対的公正と呼ばれていて <laughs>、えーまあ、善意の権利得者,転得者が悪意の場合でも有効に権利取得できるという考え方です。 でいろんな理由ここで、ね、講義メモに限らずですがこの、えー、と事例問題集いろんな理由がありますけれども、まあ、入門段階だったら確実に全部やっちゃうと大変だからとりあえず、こいつだよねもう法律関係できるだけ早く安定させましょうということです、えー、これもし仮にですよ D が権利取得できないということになるとどういう状況になる、まあ、これ仮にだよ D が権利取得できないということになると例えば A さん B さん C さん D さん E さんって全員が全員。 もうずっと善意になって10人目で悪意が出てきたら A 取り返せちゃうんですよもしこれがこれがねもし D が権利取得できない94条の問題で D が権利取得できないっていうことになっちゃうと A は D から取り返せるわけじゃんということはこのぐらいだったらいいけど10人20人点々上として21人,21人目が悪意でしたっつったら A はそこでお前悪意だっつって取り返してやるっていうことになっちゃうでしょそしたら今までその間にいた人全部権利関係ひっくり返っちゃうからそれはさすがにまずいだろうっていうのが一番大きい ということで,すであともう一つは少し応用なんだけど D がこれ権利取得できなかったとき考えてほしい権利取得できませんでしたっていうとあの、CD、間でで売買契約結んでるよねでちょっと納得いかないところもね多分あるかもしれないけれども CD 間の中では一応売買契約は有効に成立してるんですでもし仮に売買契約を結んだにもかかわらず D が所有権を得られなかったら の C の売り主の債務不利行になるんですよつまり売買契約っていうのは基本的に飼い主に所有権移転させることが義務としてあるんですよだからもし仮に CD 間でこれで売買契約を行ってで C は何も知らないわけでしょ通報虚偽表示について知らないわけですよ何も知らないで D に売ったとでそれで D があの悪意だから権利取得できない ということになると D は C に対して責任追及することができちゃうんですよね。要するに契約、CD 間の契約の債務不履行を理由として、まあ、C に対して損害賠償請求なんてのができてしまう。やっぱそれはおかしいよねと。まあまあ一応こう書いたところですけれども、まあ有効に D が権利取得できない場合ね、えー、権利取得できない場合にはこの悪意者である D っていうのは真の権利者から追奪されると。まあ追奪っていうのは要するに所有権を奪われちゃいますから。で、その結果としてその C に対して 全たる C がい、まあ、わゆるこれ担保責任って書いてあるけど、まあ、シンプルに損害賠償みたいなのを持と思ってください、えー、CD 間で売買契約を結んだにもかかわらず、えー、要するに所有権得られなかったんだって売り主に責任追及するってことになるそれはさすがにちょっとよくないだろうっていうことがもう一つ理由として挙げられるということですですから結論としては一人でも丸が出てくればそれで終わりって話なんですでただこれもちょっとね予備試験の中でよく出てくるのでやっておくとただこの考え方って一個問題があるんです 何かっていうと D は自分がさっきのね悪意者を D だとすると例えば AB 間で例えば通報虚偽表示が行われてるよね AB 間で通報表示が行われるで D は悪意ですじゃあもし今こういう状態とします A が所有者で B に登記名義があるとで B に登記名義があって D が買おうとしても D は所有権得られないよねいいよね直接例えばね B が D に対して買い受けようと思った場合にはこれは所有権は得られませんじゃあこの時 D は何をやるか <laughs> 何にも知らない C さん呼んでくんですよちょっとお願いがあるんだよっつってちょっとさ B さんの持ってる土地をちょっと買ってきてくれとで買ってきてくれたらまあ私がすぐ買うよっていう形で D が直接買ってしまうとこの人悪意者だから所有権得られないんですよ <laughs> だから前者の C を間に挟んじゃうんですよ前者の C を。 そうするとどうなるかっていうと B から C が勝ってで絶対的公正で確定的に C が所有者いるでしょ。で D に買うと。<laughs> っていうことができてしまう。<laughs> でこのようなことが許されちゃうっていう批判があるの。 でこれれはぜひあの頭に入れといていいくださいあの D 自身は悪意者なんだけれども、D 自身が買い付けるならば悪意だから所有権を得られないんだけど、何も知らない、前者の C を呼んできて、B から買ってきてもらうということを間に挟んじゃうと、さっきの絶対的構成を取ると、C、所有者になっちゃいますから、でそれでそこから買うというような、まあ、いわゆる脱法的な手段ができてしまうという、まあ、問題が実はあるとされています。 一応、ね、これは後々になって勉強するところなんだけど、まあ、このようにあの D がこういうことを行うって場合にはあの権利乱用と言ってあの否定することになりますあのこれはね民法ではあの条文通りに行うとこういうふうなことを許されちゃうでもそれってさやっぱり妥当な結論にならないっていう時は審議則っていうものを使っていくんです。で審議則は民民法法条条にあって、えー、民法1条の2項で 権利の行使や義務の履行は真議に従い誠実に行わなければならないというね、まあ、すごくシンプルに言うと要するに日常的な社会生活を送る意味ではきちんと真議に従ってやりなさいよというような話ですで,でちなみに1条には3項もあって権利のの用はこれを許さないないいんんていうのもあるんですでつまりその条文通りにやるとですね例えば C を間に挟むと許されるけれどもこのような不誠実なものは保護すべきじゃないでしょう このようにその実際に理屈上は C を挟めば絶対抵抗性だから保護されるけれどもそれをそのまま認めちゃうっていうことはやっぱり審議に反するという場合にはこのような場合ねえこの場合にはまあ D の権利乱用これ1条の3項ですねえまあこの権利乱用っていうのはだから言ってみればね その最終手段みたいなところがあるんですよね。その権利乱用だから許さないみたいにしていくわけですが。として D の権利取得を否定すればいいでしょうと。まあ、このようにその権利乱用とかあと心理則って呼ばれるもの。 を個別的に適用すれば、まあ、このような D を排斥することはできるでしょうと、まあ、いうことからまあ絶対的構成でもいいのかなというふうに一般的には言われているところですでこのようにまああの間に4人目が現れてきたという処理についてはしっかり見ておくといいかなと思いますで今日、一応ねセットでいうとこの前半のセットという形でまあ1個目のセットとしてはこの丸,型あ丸×型ともう1個×丸型もありますね。えー 抗議メモのところでも触れるけど例えばこういう場合もありえますよね。まあ、こういうふうに、えー、AB から a 間で通報共有表示が行われて C、D に点々上渡されているで C が悪意で C が悪意で D が善意でこの場合どうするかって。 おまけですおまけというかねあの1問目の関連問題でさっきは C が善意だから確定的に所有権を取得するでそしたら D は結局その確定的に取得した C の所有権を証券取得するじゃあこっちはどうでしょう C は所有権を取得できないよねこれはね、D、C は悪意者ですからじゃあその悪意者から買った D はどうするかなんだけどこれは結論からするとこの D もこれは D は94条2項で保護されるってされて とされてますですからまあ D はこれはね絶対的公正とはちょっと違う話なんだけど要は D を保護する必要性って変わらないでしょ例えば AB 間で通報休憩表示が行われて C が間に悪意者が入って悪意者から D が買いましたでこの D が善意なんですよ。 D が善意ならば権利外観法理は結局この事例でさ結局ぶつかってるのは誰と誰っつったら A と D なわけですよ A と D なわけですよそしたら結局虚偽の外観が作出されていてで A に奇跡性あるわけでしょ A に奇跡性があってで虚偽の外観が作出されて D が信頼して入ってきたってことであればそれは変わらないじゃん だからそのような場合には結局権利外観法理であるところの九十四条二項の趣旨が思いっきりそのものをズバリ当てはまるわけですよそうするとこのものを保護しないっていうことはまあ考えにくいよねこの事例でということはやっぱり解釈上どうするかって言ったら九十四条二項の第三者っていうのはこの転得者であっても含まれるということです、えー、つまり C からの転得者であってもえ第三者含まれるそうすると なんか難しいことを言ってるけれども結局何が言えるかっていうと点々譲渡があったときには誰か一人でも善意者が現れるまでは94条2項の問題なんですよ。なぜかって無権利者がどう保護されるかって問題だから94条2項だからこの事例もそうでしょ AB 間で通亡虚偽表示があって C が悪意なんだから、まあ、A が所有者でね通亡虚偽表示があって C が無あれじょ悪意者ならば C は権利得られないよね。ということは D も権利得られないんですよ。 ということはこれも D は権利が得られないから要す,るにね要するに無権利者から買い受けてるっていう点では変わらないでしょということはこれは94条2項の問題してるわけつまり権利が取得できない人間をどう保護するのかっていうのが94条2項の問題だからえこれが例えば CDEFG って何人の声も変わりませんもうバツ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 って続いて1人丸ってなったらその丸っていう人は結局権利得られてない人だから。いいよね通貌虚偽表示があって で数法協議表示の無効というものを、まあ、まあ悪意者っていうものがいる限りは無効だからねでそれで一人でも出てくればこの人は94条2項で保護されますで94条2項で保護されるとこの人が確定的に所有者になりますあとはその後ろは関係なしもう D がもう確定的に所有権を A から D に移転するからあとは普通に D の所有権を次々と承継取得していくだけ という問題になるイメージを持っていると94の日光は結構得意になるかなというところです。で、少しそれを踏まえてですね、その講義メモの方でまとめていくと、結局、こういうことです、A、B、C、D っていうふうにまとめましたが、そうすると、講義メモの方でちょっでまとめていくと、ですね、まあ、これが1の問題です。で、一応これ、1って書いてるときには、これ、事例問題集に対応しているもの。 についいててはこの四角とか書いておきますのでではえそうすると結局この問題についてはこの上の問題ですねあごめんなさいえー、っとですねまあちょっとまあ同じようなことを書いちゃうけど最初の1回目はねできるだけあのまあビジュアル的に見ながらの方が分かりやすいと思うんで講義結構進んでくると大体分かってくるやって話になってくるとね、あのー あまり書かなくてもいいかなというところも出てきますがこの場合がこれ上のパターンですで下がこの場合ですこういう場合ですねでこの上のパターンがあのこれなわけですよねで保護される理由はつったらこの D はえ第三者に含まれるんですよ この D はねなんでこの D は矢印よりは。ということになります。ですから従って94条2項で。 ええ九十四条二項で保護されるという話でそれに対して C の方は絶対的公正で処理するってことねこっちらねちょっと事例問題集の方が詳しいかもしれない理由付けはもう事例問題集になりますけど、えー、絶対的公正ということになってであとはこの C は結局はここでこの人が九十四条二項がまあオ、OK、ッと。 ということになるから D が確定的に所有権を取得するからそれを D は承継取得するってことです。こうです。A が C が確定的に所有権を取得するからそのままいくと。でこのように一番についてはこのようになる。まあ、絶対的構成で保護されますという話です。 で上の方も一応ね確認しといてね、えー、D これは、まあ、D は、まあ、よく言われる言葉で言うと「まあ、転徳者も第三者」とか説明されることがありますね、えー、よく言われる言葉でこの転徳者も第三者だというふうに説明されますでこちらは絶対的構成、まあ、なんか同じような問題だけれどもちょっと違うよねその問題になっているあの場面が全然違ってくるので まあ、こ転得者も第三者になりますよっていうところとかも、まあ、見ておくといいかなというところですかね。はい、で、えー、と一応ここまでのところとちょっとだけあの触れなきゃいけないことがあって、えー、ともう一つあの最後にあのこの94条2項の問題っていうのはほぼあの全種・公種という問題の時に出てきます。これですねあの主に全種・公種の関係に立つ場合にこの94条2項っていうのは現れてきます。ですからよくキーワーワド的にやるんだけれども まあ勉強していく時にはもうちょっとあとは本当細かく正確にやるところはいずれは来るんだけど今イメージしてほしいのはこの A から BB から CC から D といったようにこう点々譲渡がなされているような場合にこの94条2項というのが問題になりますで関連して押さえておいてほしいのがあの対抗関係ってやつがあるんですねあの権利の移転の流れっていうのは、まあ、ちょっとこちらは余談的な感じになるので えーとちょっと番書ののの用紙の話題えと、ー、とこっっちちですねちょっとあのさっきの図で書くとあの点々譲渡っていうのは ABCD って定点数でするやつでそれとは似てるもので A からこういうふうに所,所有権者が二重に譲渡しちゃうってケースがあるんですよ。 でこのように二重二条としちゃうケースのことを、まあまあ、そのままだけど二重二条とっていうんですでこの時どちらが先に所有権を得るのかということについては詳しくは物件法の勉強でやるんだけれどもあの結論だけは知っておかないとあの問題解けないので、えーとね、条文だと177条を見ていただけるとですねあのお互いにこの B と C っていうのは自分が所有者だって主張したいわけです。いいですね、まあ A からしてみればあ B か B からしてみれば俺は A から買ったんだとで A からしてみれば俺も,、B、俺も買ったんだと C か,ら C, です、ね、C からしても同じです、えー、このようにまあ二重譲渡と呼ばれる事例だと、まあ、B も C もお互いに俺は A から買ったんだみたいにお互いに所有権を主張し合う関係になるでこのような関係を対抗関係って言うんですでこの時の規律が実はあって、えー、177条ね登記をしなければ第三者に対抗することができないとされてるんですね で、この第三者っていうのはまた、あの民法の、えー、 177条の勉強のところでやるけれども、まあ、あの法律上はなんかの献血を主張する正当な利益を有する第三者おうび包括証刑人以外まも、まあ、一応当事者及び包括承継人以外のもので当期、えー、の献血を主張する正当な利益を有するものみたいなふうに勉強していくんだけど、まあ、今の段階はとりあえずこの二重譲渡みたいになった時にお互いに俺が所有者俺が所有者って言い合っている状態は対抗関係だと思ってくださいでこの対抗関係の時には177条で当期しなければ所有権を主張できないんです とということはこれははれどういうことかというとすごく雑な結論になっちゃうけど陶器取った方が勝ちますつまり B の方が先で C の方が後で買い受けたとしても B が登記を取らないうちに C が登記を取れば結局仮にこれ登記を取りますよねそうすると B は C に所有権主張できないでしょただ登記をしなければ対抗できないんだからでも C は B に俺は所有者だって言えるそうすると、まあ、言ってみれば C は一方的に B に対して自分が所有者だって言える結果 B の所有権は確定的に喪失します 確定的に C が所有者になるといったようにこのように、まあ、二重譲との関係のようなものを対抗関係というふうに呼んでいます。でこの対抗関係の場合にはもう条文で、まあ、当期の戦後で、えー、どちらが確定的に所有者になるのかが決まるということになるわけですね。でこの あの点々譲渡と二重譲渡っていうものはしっかりと区別しておいてくださいあの二重譲渡になった場合には基本的には登記の前後で決まってくるという理屈があるとなんか権利関係を解く問題って結構楽にできますで特に、えー、94条の問題ですが、えっと、問,題集問題集でいうとですねちょっと練習してみましょうかね,、えー、ね事例問題集だと2番、えー、3番あたりが、まあ、それになるのかな でやってみるとねそんなに、ね、変な話じゃないんですよ。その権利関係を慣れていきましょうっていうのは例えば2番の問題は例えばこういう感じ、えー、と AB 間で通あ虚偽表示が行われていて、まあ、B 所有であるかのような外観を有していてかつ登記名義も B になっている土地がある、まあ、図,で図をちょっとせっかくだからねこれはまあシャッてやるけどまず今 AB 間で、えー、売却がなされていて。 AB 間で売却がなされているとでこの時に登記、えー、名以外は B になってるでこの時に B から税の C に譲渡された、えー、いいですね譲渡されたでこの人は、えー、C は譲渡でもところが A は所有者ですよね、えー、真の所有者である A が、えー、D に対して譲渡していたということですねでこの時権利関係としては ちょっと難しく見えるけれどもあのこの C っていうのは94条2項の第三者にあたりますから所有権を、まあ、自分がこの人善意ですからね。ということは A から直接にこう所有権を主張すする関係なんですよ、まあ、先ほどもまあ触れましたけれども善意の第三者にあたる場合には A に対して自らが所有者でって主張できますよね。 えまあ正確に言うと94条2項に当たるから A が C に対しては自分が所有者だって言えないわけでしょ。あの通報協議表示が無効だって言えないからその結果として C は信じた通りの権利関係つまり A から直接にこういうふうに所有権を得るという関係に立つでその一方で A はあの所有者ではあるんですよねだから D に対しても売ってると。で見ると端的に。 これって94条2項で C が保護されるってことは A から C に対して権利が移転する関係と A が D に売ったという関係で D はちなみにあれですよあのそんなこと売れるのって思うかもしれないけど C に対抗できないだけですから向こうをこの94条2項の通報拠陣表示の向こうは C に対して対抗できないだけだから別に A は所有者なんですよ一応はあのここ複雑なんですよ要は C が確定的に所有権得得たならば C が確定的に所有権を得たならば A は所有権を喪失しますよ。い,いよね、えー、なんだけれども結局これってあごめんなさい、えー、どういう状況になっているかというとその C があの94条2項の第三者に当たるという状況とそれから A が D に売るって状況が併存しちゃってるのよ。でこの時ど,どっちが所有者になるのっていった時にはやっぱりこれ A を起点とした二重条との関係が見て取れるんで,でこの場合にやっぱり対抗関係というふうに考えていくと。 ということになりますややまあ複雑というか慣れるまではちょっとしんどいなところかもしれませんが、まあ、この CD は対抗関係に立ってで結局陶器の戦後で決せられるということですだからまあ間であさい、えー、CD 間でどっちの陶器が先なのかということを見ていくとで多分ねこの図だと分かりにくいところがあるので、まあ、言ってみれば、ね、こういうことですもう一回簡単に図書いちゃうと 要は AB 間で通報虚偽表示があってでそして C から B から C にこれが94条2項が通る状況でこの状況であるならば結局 A から C へのまあ言ってみれば所有権移転というのが見て取れるわけで,で他の人がいないんだったらこれで終わりなんですよ他の人がいなければこれで終わりなんだけどその一方で A が D に売っちゃってるんですよ今回だから A の所有権が C に移るのか D に移るのかっていうことが今回問題になっちゃっているということなんですよね。でこの時やっぱり図としては対抗関係に立っているということを何となく意識してそうすると対抗関係だから CD で。 先に登記を備えた方がまあ権利を取得するっていうことになります。だから慣れるまではね、なんかもう矢印書いていくって感じでいいです。あの矢印書いていくと、まあだからまあポイントとしては一応触れておくと、まあ A から C へ権利移転してるって構成するのがポイントです。この九十四条二項が適用される結果ですね。この九十四条二項が適用される結果として、その A から C へと所有権移転するってことになるから、結局は A から C と D に二重譲渡されているのと同じ状況になっていると。 要するに B が挟まれているけれどもポイントはそこなんですよ B が間に挟んでるけれども結局 C,、あのー、C が94条2項で保護される場合 A から C へと所有権移転すると、まあ、いうふうに考えていくと、まあ、A を起点とした二重条として見れると、まあ、いうことです。でもう一つこれが前半ラストになるんですがじゃ次の問題もさっと考えると。 なん,かあなんかできそうかなって感じになるところです、えー、と AB 間の虚偽表示によって B 所有のような外観を有している土地がありますですからまあこの図をそのまま引用しちゃいますけれども、まあ、AB 間で通房虚偽表示がなされていて、まあ、B に登記があるという状況です B に登記があるでこの時 B が C と d、A、に22乗としたという状況ですで一応これ情報をちょっと足しますけれど共に全員にしましょう 最初だからこれ問題をちょっと簡略化していくと、まあ、A C も D もともに善意という前提に立つとそうすると結局今こういう状況なんですよ。まあ、今通防虚偽表示で B 名義の登記があると、まあ、通防虚偽表示で B 名義の登記があるでこの B 名義の登記があることを基下として B が C と D に売っちゃってるんですよ。C、と、D、に売っているで C も94条2項の第三者。 D も94条2項の第三者じゃあこの時どっちが所有権得られるんですかという問題ねそしたらまあ対抗関係だなという感じで先に登記取った方つまりどっちもこれ所有権取得できるでよ本来は、えー、要するに,要するに B あの C も94条2項の第三者で D も94条2項の第三者だからどっちも94条2項で保護される人間なんだけどそれをお互いにバッティングしちゃってるのよはお互いにバッティングしちゃってるわけだから結局は対抗関係としてえー まあ下にありますけどこの94条あのさい、C と D っていうのはともに典型的な第三者に当たると、だからで,善意であれば同条で保護されるんだけれども、まあ C、D お互いにですね、えー、自らが所有権を取得するって環境を主張しているわけだから、そうするとやっぱり C、D 化は対抗関係で登記の戦後で決するということになるわけです。でこの時ちょっと応用ねちょっと応用ね、答案書くときにまあ結論からする担当問担当の問題解くんだったらこの図書いてはい C と D 対抗関係。 まあなんか二十度っぽくなんで矢印が二十度となっているから対抗関係、えー、だからまあ C と D 先に等気取った方が勝ちで全然問題ないです。あの問題解くならね。でただ論述するとき気をつけてほしいのは B を起点とする対抗関係ではないんですこれは。どうしてかというと図をちょっとね描くとこういう図だったわけですよ。えっ、ー、とまあ A B 間でえ通ボ級表示がなされていると理解しますね。 94条1項の通報拒否表示がなされていてでこれを C が94条2項の第三者になっていてで D も94条2項の第三者20条とかこれ S は売却ですね。でこういう状況になっているんで結果的に C と D は先に登記取った方が勝ちだよということはいけるんですが。 あの先ほど言った通りなんだけどね94条2項の第三者としてこの例えば C が保護されるときには A が C に対して所有権まあこれ A が所有者でしょで AB 間のこの売買は通報給付で無効だから所有者はまず原則 A なんですよねで原則 A なんだけれども C が善意の第三者に当たるときには A は自らの所有権を主張することが C にできないんでしょで C に主張することができない結果 A から C に所有権が移るんです いいかなもう一回言うからね、えーまあ、本来通報拠給表示は無効だからそもそも所有者は A なんですで,でそれでまあそれが A が無効あの所有者は A なんだけれども全員の第三者に対してはその無効が主張できないその結果、まあ、権利外観法理の話ね、えー、無効が主張できない結果 C に対して A は自らの所有権主張できませんから結果 C が信じた通りの保護がなされるつまり所有権が得られるということは、まあ、言ってみれば A から C に直接移転します 所有権はつまり AB 間で B が所有者になるってことはないんです途中経過でもだって AB 間の通告表示は無効なんだからここが結構ポイントなんですよ AB 間の通告表示は無効だから B は所有者じゃないんですで C が全員の第三者だった場合には A が C に対して俺は所有者だって言えない結果 C が所有者になるって話でしょということは直接 A から C に所有権移転するんですそうすると D との関係でも同じでこれは A から D にダイレクトに所有権が移転していることになりますなのであの A をを起起点点ととすすする対抗関係でで B を起点としてないんですよだからこの矢印だけ見るとさ B を起点としているように見えるじゃんだけど正確にはその94条2項の,その法律上のね建前というのかな法律上の建前からするとどうなるかっていうと A を起点とした対抗関係です 対抗関係なんで,すでまあ結局は177条で、まあ、処理されますよということになります。でまあとりあえず矢印の関係の問題ねこの権利のね移転とかに関する問題が出てきたときにはとりあえずまあ点々譲渡みたいなだからここの部分はさ、えー、ちょっと書くあれだけどここの部分はさ94条二項でしょ ABC っていう点々譲渡してるところ ABC っていうふうに点々譲渡してるとこことか ABD みたいね。 まあ言っても矢印でいうと一直線伸びるようなものです。A B C の部分についてはこれは94条2項の問題。で A B D もそうですよね。A B D も点々状だからこれは94条2項の問題になります。でこの点々状とのものは94条2項なんだけど、じゃあその点々状とは異なって誰かを起点としたこう二重状とみたいな関係が生じたときにその二重状との当事者間どっちを優先するのって話になってくるとそこは177条の問題。 を先にに取っった方というイメージにななてくるわけでですねなのでちょっと講義名もここまででちょっと休憩挟みますがそうすると今触れた話ですけれどもあの対抗関係に立つ場合には、えー、この177条の問題に立ちますから、まあ、そうすると復習の便宜上解読くとこの対抗関係っていうのはまあネアリーイコールで対抗関係っていうのはまあ例としては。 まあ二重譲渡っていう場合ですね、まあ、A から B、A から C みたいな、こういう関係で、ね、どっちが所有者なんですかみたいな、こういう関係の場合には、177条の問題で、当期の戦後で決まりますと。で関係問題としては2番、3番になりますので、えー、こちらの見といてください。 はいということで、えー、少しあの前半ちょっと長めになっちゃいましたけれども、えー、少し長長番になりますのでここでまあ少し、えー、休憩を挟んでで少し休憩後にですね今度は全体構造編で扱った94条2項の累推適用ですね、えー、94条2項の累推適用についての、えー、問題を扱っていって引き続きですね意思表示について見ていくことにいたしますはいじゃあそれでは一旦ここで休憩いたします では引き続きですね94条2項に関する問題について見ていきます94条2項に関する問題は今日先ほどのセットでやったところ以外だと94条2項の類推適用の部分に本当に尽きてきます94条2項の類推適用については全体構造編の中でも類推適用ってどういうものだろうみたいなところを触れてますのでそこをもう一回復習しながら少し学習していくことにいたします文だとと条2項ののの適用っててこの木のとこ木ろに、ね、この書いてある っていうぐらいで、まあ主に事例問題集の中で学習していくという形になります。で、特にまあ予備試験でも過去問でも出題履歴あるところなんです論文のね、えー、ところですし、あとはまあ民法のその考え方の中では結構中核的な部分になるので、まあしっかりとあの処理方法を学んでいくっていうところで、ね、意識していただければと思います。で、事例問題集としては四問、えー、続きますが、まあせっかくですので一気にやっちゃいます。えっ、ー、とね四番の問題ですね。えっ、ー、と四番の問題がこれに当たる、えー、わけですね。 で、まずちょっと1問目ですので、えー、最初にちょっと丁寧に練習してみましょう。まあ、少しまあ、全体構造で見ていたりとかまあ、もしくは先取りとかで。でえー、まあ、民法の1回目見られている方はまあ、ある程度はあの聞いたことあるなっていう風になっている方も、えー、いらっしゃるかもしれません。けれども、あのもうしっかりとね。確実に抑えていくことが重要なところ。なんで、ここはもうちょっともう1回丁寧にね。見ていきます。えっ、ー、と事例としてはこういう事例です。まあ、a が税金対策として、えー、自己所有の建物を息子の b 名義で保存登記してまあ、放置しておいたところを、b が勝手にこれを。し 分してしまった。で、まあ C は善意であるという前提にしましょう。えー、C が善意であるという前提で、まあポイントとしてはですね。まあ今回は、えー、税金対策で何をやってたかというと、まあ息子の B 名義で放置しておいたということです。で、そうするとまあ事例としては、まあ今までの、えー、事例と異なっているのが、まあ A-B 間で、まあ A が所有者ですよね。で、A が所有者で、まあ B が、えー、登記名義を移していたと。 まあこういう形で登記名義をこう A が B に移していたわけですねでそしたら登記名義が B のところにあることを規価として B が C に対して売却をしたというあ C に対して売却をしたという場合ですでこの時まず原則論を示します原則論としては C は所有権を取得することはできませんえこれはもう理由としてはあの AB 間で売買契約ありませんから えー、AB 間で売買契約はありませんから、えー、所有権は C のもとにあります。で仮に登記が B に移ってたとしても登記があるからといって別にその所有権の移転とかは全く 関係ないんですよそのあくまでも登記っていうのは権利関係を表示しているものだから仮に B 名義の登記があったでそれを例えば C が買ったからといって C が権利を当然に取得できるというものではないんですよね。あくまでも登記っていうのは権利関係を表示するというねまあ工事方法と呼ばれるものであのその権利関係自体が登記通りになっているかどうかっていうのはそれはあの必ずしも分からないんですよね。でですからまあ C からら C ししてててみればまあ B ののががああるるを信じて買ったとともえ実際現に所有者が A である以上は原則としては C は所有権を得られません。ですね で、ただ、じゃ、所有権を得られないんだけれども、じゃ、これで所有権を得られないという結論をやると、著しく取引の安全を害するわけです。で、いつもだったら、これは九十四条二項で、えー、まあ、処理できる問題であれば、九十四条二項で処理すればいいんです。で、ただ、本件は九十四条二項の処理ができないんですよ。まず、直接適用では。どうしてかというと、あの、九十四条二項、もう一度条文確認していただきたいんですね。えー、九十四条二項っていうのは。 94条二項の条文だとあの1項一個ね、九十四条一項が相手方と通じてした虚偽の意思表示になるから通報が要件なんですよということは今回の事例だと通報ないんですよね、えー、今回の問題事例問題集ごめんなさい事例問題集だと、はい、AB 間だとここに通報がないんですそもそも通報がないんですということは 94条1項とか94条2項の要件をまず満たしてないとわけです。94条1項94条2項の要件満たしてませんから直接適用はできないんですね。えっ、ー、と直接適用ですごめんなさい。えー、適用は。 できないということはいつもであればこれが仮に AB 間で通報がなされてたってことであれば94条2項で市は保護されたはずなんでですよ,いいよね94条2項で保護されたわけだけれども、まあ、要件を満たしていないでただ要件を満たしていなくてもやはりこれ取引安全の検知からすれば C を保護しなきゃいけないその時にどういうふうに民法は考えるかというと直接適用できなくても条文の趣旨が当てはまるならば その条文の趣旨が当てはまる限りにおいては同じ結果をもたらすようにしてもいいんじゃないかって考えるわけです。でそれを類推適用っていうんですねということは条文を覚えていることはもちろんなんだけれども条文の趣旨をちゃんと知っておかなきゃいけないっていうのはそこなんですよ。つまり94条2項の直接適用はできないけど94条2項の趣旨って何でしたっけと権利外観法理でしょう つまり虚偽の外観、えー、第三者のしあ本人の奇跡性、第三者の信頼、まあ、これを条件として、えー、第三者の信じた通りの権利関係を認めてあげようという考え方でしょ。で、本件では94条2項の直接適用は通報がない以上できないですで、あとは意思表示もないんですよ、虚偽の意思表示というか、ただ当局をしてるだけだから、意思表示もないんですよ、だからまあ直接適用できないけれども、ただ、要件見てほしいんですよ、虚偽の外観は思い切り作られてますよね。 A が勝手に B に登記名義を移しているってことは虚偽の外観が作られていてでそして A の規跡性どうですかあの通報虚偽表示と変わんないでしょ税金対策で勝手に B に移してんだから A の規跡性あるでしょで第三者 C が贅威だったならばそれは通報虚偽表示の94条の要件を満たさないとしてもそれと全く同じ、えー、趣旨が当てはまるじゃないですか。ならば やっぱりを C を信じた通りの権利保護を認めてあげようというのが、えー、この権利外観法令です。で論文書くときには書き方がもうとにかくピチッと決まってますんであのここは意識してみてください。あの実際論文1年コースの方だと論文ととにかくね早い段階から書いていくんで今のうちから思考過程だけでまずねまず直接適用ができまいこ,とを示す、えー、これは理由も示してね。つまり94条2項の、まあ、これ 1>, あの1年コースに限らずねもう入門段階であの最初にちゃんと思考過程を身につけるべきところなので僕ここは、まあ、あの1年コースも2年コースも共通して結構パッと話してるところなんだけどまず直接適用ができないっていうことがまず前提ですできるんだったらそれでいいんだからで,できないとしてじゃあ趣旨はどうかとそれを示すんですよでこの94条2項の趣旨というのは権利外観法理でしょ で権利外観法律を示してその上で本文で趣旨が当てはまることを示すんです趣旨が、まあえー、当てはまる妥当、まあ、すると示すということですでこれはあの本文で趣旨が妥当することが示すってことは具体的な事情を書いていきます 具体的な事情を認められるならば累推適用が認められるんだと。 累積適用が認められる場合にはその信じたとおりじゃないけれどもその94条2項が適用された場合と同じ効果を満たすんだということを言っていけばいいということになりますそうするとこの事例で実際ちょっと見ていくとですねあの解説の部分にある程度、まあ、今回必要な情報は全部載せてますので、えー、もう一度ここであのおそらく94条2項の その趣旨とかっていうのは、まあ今日の講義の中ではもこれラストみたいなところありますから少しこれ最後まとめだと思って、えー、いただいてちょっと上の方に行きますね、えー、上の方の94条2項の類推適用というところの解説の方にちょっと動きますでそうするとですねまず94条2項の趣旨がまず権利外観法理であるということはとりあえず前提として復習しておいてくださいこの3つね えー、虚偽の外観が存在すること、えー、それから本人の奇跡性があること第三者が信頼したこと、えー、これを要件として、えー、取引安全の検知から、えー、第三者を保護しましょうという考え方ですとすると、えー、結局あごめんなさい94条2項が直接適用できない場合でも上記趣旨が当てはまるのであれば累推適用によって善意の第三者を保護すべきという問題になってきますでそうするとですね この当期は維持表示ではないということはちょっとこれはまだあ,のあ,のあまり深く考えなくていいですまずは当期通報がないことをしっかり意識しましょう、えー、本事例では通報がないという点で直接適用ができないことをまず示すで直接適用はできないんだけれども虚偽の,外あの権利外観法理が当てはまるかを見るそしたらもう当てはめをしていけばいいんですよ虚偽の外観というのは具体的には まあ、B 名義の登記が当てはめ部分ですね B 名義のがありますそして A が勝手に虚偽の登記を作っているということはこれは本人の奇跡性が十分認められるそして第三者っていうのは、えー、今回は C は B 名義の登記を信頼して取引をしているということであれば、まあ、第三者の信頼があるということはそれからここに行けばいけいんです94条2項の趣旨に適するから類推の基礎があるんだと、まあ、いうふうに見ていくわけですでそうするとあとは結論を示せばいい であとは94条2項の累積適用によって、まあ、C が善意であるということが要件になるかな、えーまあ、一応善意の第三者に当たるということが必要になりますから C が、まあ、善意あごめんなさいえー、っとこれは大丈夫ですね、えー、C が善意であれば、まあ、C が確定的に所有権を取得するということになるで,でこのパターンをちょっとささっとやっちゃおうと思ってるんですよ1つ目はこの勝手に A がやっちゃった方じゃあ次に5番もちょっと見てほしいです5番は少し事例の違いを意識してほしいんですよね 5番の問題は今度は B が A に内緒で A 所有の土地の名義を A から B に変更した、えー、つまり今回は B がやらかしてますで A はどうだったかというと A は土地の名義が B に変更された事実に気づいていたものの、えーまあ、長時間にわたって放置していたという事例なんですね。とするとさっきの事例とちょっと違っているのは 四番の問題は a が勝手にやったという自業自得系なんですよ。ただこちらは b がやってるんですよ。で b がやって b がうっ払っちゃってるという事実なんです。で当然これ通謀がないから、あの直接適用できません。で、じゃあこの時にじゃ判例どう考えているかって、やっぱり a の奇跡性が大きければいいんですよ。だって、いいでしょあの。 権利外観法律っていうのは A の奇跡性虚偽の外観本人の信頼まあこれあごめんなさいこれ逆だった A の奇跡性え虚偽の外観第三者の信頼なわけですよねでそれを満たしている限りはいいわけじゃないでそうするとこれは A がさっきの4番みたいに A 自らが登記を移しているっていう場合のみならず B がやらかしたものを長期間放置していたっていう場合でも同じように A の奇跡性っていうのは認められるでしょう でで一般的にはこれは不動産取引の常識で登記って人のものになってたらすぐに取り返さなきゃまずいです、あのこういうこと起こりますからね、えー、もう要するに登記の名義があるってことは第三者っていうのは登記名義で権利関係ってのは一応信頼するので、まあ、例えば他人名義の登記になっているっていうことであればすぐに取り返さなきゃいけないところをこの判例、どのくらいだったか,な確か2年か3年かなもう年ほったたらかしてたんですよねでそうなってするとそれは、いってみれば目次の承諾だというふうふ判例は言っている。 要は動かしたことについて結局長時間にわたって承諾しているのであればそれというのは仮に人がやったとは言ってもそれはもう目次的な承認と見ることができるでこの目次の表承諾と言っても長期間にわたる法規定ですよね。 長期間にわたる放置という事情があるのであればそれは十分、類似適用ができるんだろうとで特に判例もです、ね、どういうふうに言っているかというと、まあ、このような事実関係ですね、まあ、もうちょっと複雑な事実関係ではあったんだけど少しあの解説上、ちょっと簡略化したんだけどね、まあ、大体ここだよねその、不実の所有権移転登記の経由が所有者の不知の間に他人の宣団によってされた場合でも、まあ、つまり、B が勝手にやったとっいう場合であったとしても重要なことは次なんですよね。 宣団、えー、で行われたとしても不実の登記をされていることを知りながらですねこれを存続させることを明治または目次に承認していたとき、まあ、キーワードはやっぱりここら辺ですねか勝手に人がやってたという場合でもその明治または目次に承認していたのであればそれはやっぱり同じように94条2項を累推適用すべきだとで結論化すれば、えー、善意の第三者に対してですね 善意の第三者に対して所有権を対抗することを得ないものと解するのが相当であるということですで、まあ、理由としてもやはりこれは奇跡性があるということですよ不実の登記が真実の所有者の承認のもとに存続させられているということでしょうということはやっぱりそこは94条2項の累積をすべきだということになりますでこの4番と5番ちょっと頭に入れておいてくださいまずは、えー、要するに勝手に登記しちゃったケース それから勝手に登記されたものを長期間にわたって放置したケースこの場合であればやっぱり本人悪いわなってことになるんですじゃあ少しここから先、えー、次の問題67と2も見ていきますじゃあ6についてはちょっと事例が変わります A が勝手に、えー、仮登記にしていたという場合ですね、えー、勝手に仮登記にしていたという事例ですでこの仮登記っていうのは何なのかというと登記をする前の段階だと思ってくださいあのー 所有権の移転登記をする時は本登記って言いますでこの本登記の前の段階のことを仮登記と言っていて、まあ、一応あの準備段階だと思ってくださいつまり A は B 名義の仮登記というのを作ってたんですよ勝手にそしたら B は仮登記になってるのを見つけてあこれはチャンスだってことですねえ仮登記になってるってことを見つけてそれを期間として勝手に本登記に変えちゃったんです。 つまり本件では少し事例として変わってるのは、A、が作った外観は仮登記ででにしてたところえー勝手に B が本登記まで変えちゃってスパッと売っちゃったという事例なんですで。でこれはちょっと次のねあの7番もセットやっちゃいます。で次に7番はまあ予備の一連コースなのであの予備試験の,えの問題ではこの判例を結構ベースにしたものが出てるんですね。は、B、に言われるがまま えー、A 所有の高土地の登記済証や印鑑登録証明書を渡すなどしたところ、まあまあ、これは B ってのが悪いやつだったんですよあの A がねちょっと高齢の方でねで B があのやっぱり高齢の人だとねそういう大切なものとかを家に保管すると危ないから私が預かっててあげるよみたいな形で、まあ、うさんくさい B が近づいてきてでその高齢の人からその登記済証とか印鑑証明書みたいなのを預かってたんですでちなみにこの登記済証とか印鑑証明書を他人に渡せばどうなるかって言ったら非常に危ないんですよでもう登記移せますから 登記の必要書類ですからなので B はそれを狙ってたんですね、まあ、高齢者からその登記の必要な書類預かるよって言ってるんだけども預かるつもりどころか B っていうのはそれを悪用したんです、えー、これらの必要書類を悪用してで勝手に移しちゃったとで、えー、勝手に移してしまって自己名義に所有権登記などした上で売ってしまったという事例ですということは 今回の問題のち、ょっと6と7の違いあ6と7っていうのはさっきの4。5とちょっと違うの分かります。4番5番は当期移すことを分かってますよね。a はあの例えば5番みたいにね。さっきの5番みたいに勝手にされちゃったのがきっかけだとしてもそれ黙認してますよね。5番は。 所有権移転登記が B のもとに移ってるってことを分かってそれを長期間放置してるってことは自分で B に移したのと同じなんですよ所有権登記を。だけど6番と7番は勝手にされちゃってるる部分があるんですよ、まあ、例えば6番の問題は仮登記までは作ってるよこの人仮登記までは虚偽の外観作ってるけれどもあくまでも仮登記まででしょ本登記にして売っちゃったっていうのは誰かっつったら B がやらかしてるんです。で7のこっちも同じ。えー A はむしろこれ結構な被害者でしょその預かってる預けてだけですつまり虚偽の外観を作るつもりすらないんですよえ外観作する認識すらないのに B に勝手に売られてしまったという場合でこの場合 A と C をまあ対比したときにやっぱり C を保護すべきって要請は働くんですよ確かにだけど、まあ、この2つの67の類型の特徴は A も被害者ってことなんですある意味 A もある意味被害者であるじゃあこの時どうバランスを取っていくのかっていうのが実は判例がね一つ言ってるんです67の類型っていうのは、まあ、一般的にはねこれはあの解説だから書いてるけれどもその覚える必要はないですその定義とかはあのイメージが分けばいいですえ意思外形非対応型って言って例えば本件では 今回さ意思って何かって話なんですよ A としては仮登記にするとししかないでしょつまり A っていうのは仮登記ですよねでそれに対して今回作られてしまった外観って何ですかね 作られてしまった外観っていうのは本と儀ですよね。ということは意思と外形が一致してないなんですよで意思と外形が一致していない場合っていうのは一般的には奇跡性が高くないとされますだって自分から全部さ虚偽の外観を作ってるのと、まあ、これ途中まで作ってあとやられちゃったケースでしょ。 簡単に言ってしまえば途中まで作って残りやられちゃったってケースだから A の奇跡性っていうのは自分自ら本当にしたのと比べれば奇跡性は一段下がるんですで7番も同じなんですよ7番もこ意思外形っていうふうに言ってるけど7番については作出意思すらないでしょ7番は例えばこれであれば A の意思としては つまり外観作出の全く外観を作るっていう作出の意思はないよね。当家預けてだけよ。書類預けてだけでしょ。だからおじいちゃん書類預けてだけなんですよ。そしたら作出された外観って何ですかって話。作られた外観っていうのはまあ B 名義の。 富士登記が作られちゃった。ということでしょ。そしたらこの2つってのは a の意思と作られた。外観っていうのはやっぱり一致していないんですよ。で、このように5番6番話題え、この2つの問題に見られるようなあの虚偽の外観を作出するにあたって、a が全部に関与していない。ケース。つまり途中まで関与しているに過ぎないとか。それとも。 あの何かは渡してるだけみたいに奇跡性はあるんだけれども全部作ってない類型っていうのをまあ異質外形非対応というふうに呼んでます。でこの異質外形非対応型っていうのはどういう特徴があるかというとですね、A を保護する陽性あ、ごめんなさい、C を保護しなきゃいけないというのはもちろんそうなんですよ。だけど A の落ち度がそこまで高くないんですよ。A の落ち度がそこまで高くないっていうことはやっぱり A を保護する要請もどうしても出てきちゃう。今までだったら A と C 比べるでしょ。 A と C 比べたら A はけしからん C がかわいそうだから A をあ C を助けてやれって話なんですでそれは4番とか5番の累積適用も同じなんですよね意思外形対応型だったらもう A の落ち度は大きいんだから A は権利を失ってもやむをえないざまあみたいな話なんですよだけどこの5番6番とか7番の意思外形非対応型は A にも組むべき事情があるわけですでこのような場合どういうふうに判例はバランス取ってるかというとまああの 通常だったら落ち度が大きいんだったら A を保護する必要はないだから C は善意でもう保護しちゃおうとつまり知らなかったという善意のみで保護するんだけれども A に落ち度がない場合少ない場合ですね相対的に A に落ち度が少ないんだったら A を保護する必要も出てくるということは善意だけでは C を保護しないんです善意に加えて無過失つまり過失がなかったことまで必要とするまあ善意と善意無過失って全然違うのよ 善意ってていいのはは知知ららなきゃいいんんだだよねだから C とししりませんでした、まあ、例えば、過失がある場合ってどういう場合かっていうと、例えば電話すりゃすぐに分かるケースあるじゃん。例えば C からしてみれば、土地を買うときに A さんに電話かけて、あのこれ大丈夫って聞いたら A さんは知らねえよ、そんなもんってなるはずなんだよね。で、そのううように、これ実際に虚偽の外観であることっていうのは、調べたらすぐ分かるっていうケースはあるわけ。で、調べたらすぐ分かるけれども、それをしなかった場合っていうのは過失があるとされるんですよ。で で善意のみで足りるんです九94条2項は。だから別に、過失がなくてもいいんですよ、94条2項は。まあ、条文ちょっとね、もう一回確認すると、善意の第三者しか書いてないですから。ということは別に、過失があろうがなかろうが、知らなかったのであれば、えー、C は保護されるんです、でなぜなのかっていう、要するに、そういう注意義務を果たしてなくてもいいの、94条2項は。注意義務を果たしてなくても、知らなかったで保護される、それはなぜかっていったら、A の落ち度があまりにも大きいからなんですよ。 そんなやつを保護する必要はないから、過失がなくてもいいよって条文なの。だけど、この事例になってくると、ちょっと変わってくるでしょ a のかし、あの a の落ち度が小さくなってくると。やっぱり a を保護する要請も出てくるから、c に対しても、それなりのことをやってくれないと、保護できないよ。って判例を考えてる。るなので、まあ、例えば、この事例だとね。まあ、後でまとめますけれども、その。こちらですね。えー、っとですね。 まあ意思外形非対応型になってますよねでこの場合には第三者の主観要件を全員無過失まで要求するということですつまりあくまでも意思と外形が非対応なんですよ A のねでもちろん A に奇跡性があるのは事実よ A に奇跡性あるのは事実よだって仮登記にすること自体が虚偽なんだからそれは奇跡性はあるよだけれども自分で全部作ったのと比べたら奇跡性は下がるでしょっいういねで94条2項の類数の基礎はあるのよ確かに A に, A に奇跡性はあるから落ち度は小さいとしても落ち度は小さいとしても奇跡性はあるで虚偽の外観作られてそれを C が信じているわけだから94条2項の類数の基礎はあるんだけれどもただそのここにある通り本人の奇跡性がやっぱ小さいんですよ そのどうしてもえ小さいんですなのでその本人保護の観点も必要になってくるんですよねでこの時には まあ、今日の講義の中ではまだや,やらないんだけれども110条というのを持ち出していきますでこの110条って何なんって多分一発目になるんだけど2回目の講義で代理を勉強しますのでその時に110条普通に出てくるからあの今はあのあこれなんか110条って出てきたよぐらいでいいですこの時はね94条2項と110条の類推適用をしていきますでじゃあ何この110条ってっていうのはあのちょっと説明しておくと110条ってどういう事例ものかっていうと あこれはでもあの覚える必要は今ないよ110条って代理の条文でもともと A さんと B さんが例えば A さんが本人で、まあ、これはあの本当にあの今回の問題とはちょっと違っていくるんだけど本人と代理人がいてで例えば代理人に対して代理権を授与しているとで例えばですね本人が代理人に対して100万円借りてきてっていうことをお願いしたでそうすると代理人っていうのは100万円は借りてきた場合例えばシートの間でこういう契約を結ぶと。 C との間で契約を結ぶ代理っていうのは例えば本人が代理人に対して代理権を与えるでその代理権を与えられた人っていうのが本人のためにすることを示してその代理権の通りのことをやるで代理権の通りにやると BC 間でも行われた契約の効果が A に帰属する。 という制度なんです。だからシンプルに言っちゃうと A が B に100万借りてきてって代理権与えて、で B が銀行行って100万借りてくると AC 間に金銭消費代謝契約100万円の効果が生じるというものなんです。でただまあ代理それだったら特にねあの問題にはならないんだけど、代理人が勝手なことをやるケースがあるんですよ。例えば100万円の代理権与えたんだけど1000万借りてきちゃうとかね。で他にも例えば A が B に対してこの自分の土地のねまあ例ですけど自分の土地のあの借り手を探してくれと。 えなんか賃貸に探してくれと言って賃貸借の代理権与えたら C に売っちゃったとかね、まあ、そういう時にはどうなるかというとこれは次回の講義なんです無権代理っていうふになるんですで無権代理っていうのは A に効果帰属しません B が勝手にやったことだから B が勝手にやったことだからあのそれはあの本人は効果帰属しませんだから仮にですね A の土地を賃貸する代理権を B に与えてね、えー、賃貸するという代理権を B に与えてで B がじゃあ 賃貸の代理人なのに勝手に C に売っちゃったとしてもその売買契約の効果は無権代理だから A にはいかないだから A は土地を失うことはないんですよ原則ただ土地を失うことはないんだけどただ C からしてみれば代理人でであると信じたわけです、えー、例えばこれが権限外の行行為が行われたとしますよね、まあ、例えば代理権がこれ L って賃貸借です例としてはね、えー、賃貸借の代理権を与えたところ、えー、勝手に権限外の行為が行われた。 でこれが例えば売却行為が行われたという時に C としては B が代理人だと信じたわけですよ信じたのであればやっぱり信じた通りの効果をもたらすべきだというのがあのやっぱり根底にあってでこれはね民法110条で規定があるでなんとなくだけどさあの権利外観法律っぽくないつまり B が代理人であるつまり売買契約の代理人であるかのような虚偽の外観です つまり賃貸借の代理権しかないのに売買の代理権があるかのような虚偽の外観があってででそしてこういう権限乱用というか権限を逸脱するようなね権限逸脱の方ですね、えー、権限外の行為をやるような不誠実な人間を代理,権にし代理人にしたっていう落ち度があってで第三者はそれを信じたんだったら信じた通りの権利関係を認めるべきその時にはどうなるかっていうと A との間で売買契約の効果を認めるべきでしょう。 とというのが条文としてあるんですそれが110条の権限外の表権代理と呼ばれる条文。でこの条文だとどうなっているかというとあの C が善意無過失の場合にあのこれはね110条ね。つまり、えー、とこれはあの民法の中ではすぐやるんだけどまず基本代理権があって。 このように基本代理権が存在していて権限外の行為が行われていて相手が善意無価値だった場合この要件の場合には「表権代理」といって本当は代理権はないんだけれども A に効果を帰属させましょうと。というのが110条であるんですね。 で今日この条文の,あのこういうもんだってことはちょっと押さえておくと次回なくでそうするとさこのつまりさっきの,あの何番だっけ7番の状態とか考えてみて土地を例えば与えていて、えー、与えていたところをああの B が勝手なことをやっちゃったってケースでしょでもちろん A に落ち度はあるのよあの先ほど仮登記にしていた例であってもそのえっ、ー、と 必要書類を漫然と渡すとかねそういうことにしたら落ち度はあるけれども落ち度はそこまで大きくないわけですよその自らが全部やったっていうわけではなくて落ち度は大きくないしあとはここで出てくる110条のこの状況と事実関係類似してるんですよまあ言ってみれば本人が代理人にやらせたら代理人が勝手なことをやっちゃったってケースなんですよ代理人が勝手なことをやっちゃった場合には善意無過失であればまあ C はまあ信じた通りの権利が認めてもらえるとそうするとさ すごく似ているのであのこの意思外形非対応型の場合にはこの代理人の権限外の行為とやっぱり似てるくることから条文上はこの2つを類推適をすると、まあ、事実関係としてこの民法110条の適用場面と似てくる部分があるので判例は94条110条の方位に照らし善意、えー、無過失の第三者を保護すべきであるとしているんです。でですねさっきの おじいちちゃゃんが勝手に、あのー、書類渡しちゃった事例これも実は全く同じ処理していますつまり A の奇跡性の意思は全くないでしょ医師は言われるがままに、えー、登記済証を渡すなどしたでこれが奇跡性を基礎づけますそれは奇跡性を基礎づけますただし外観作出の意思はないでしょで作られちゃったがものは何かっていうと登記移転を勝手にやれちゃったわけだから結局医師と 外形が対応しえいないと外形が対応していないという状況そうするとやはり判例はこの場合にも、えー、税無過失を要求するとで少し判例長いですけれどもちょっと読んでいくと、まあ、シンプルなところで B が本件登記手続きをすることができたのは A のあまりにも不注意な行為によるものであり えー、B によって虚偽の外観が作られたことによる A の奇跡性の程度は、えー、自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同じぐらい重いっていうふうに言ってるんだけどただ結論としては過失まで求めてるん,ですよなんかすごく重いとは言ってるけれどもこんな感じです。 えー、C は B が所有者であるとの外観を信じ、またそのように信じることにつき過失がなかったというふうに言って、まあ全員無過失まで要求しているんですよね。ですね。でこのように判例はその意識外形対応か医師外形非対応かで、えー、C が保護される主観要件を分けてるんですよね。でそこをちょっとしっかり理解してください。 これは答案なんかでもやっぱり必要になってくるところで、まあ、違いは要は4と5の場合っていうのはあの意思外形対応型なんですね意思外形対応型なんですよで。で意思外形対応型だと A の奇跡性っていうのはやっぱり大きいんですよ。 でこれはもう94条2項と同程度の奇跡性なんですよね、えー、そのぐらい重いだから A の奇跡性が大きいということは A 保護の必要性は結局どうなるかというと。 下がるんですよ。で A を保護する必要性がまあ下がるまあないということは、ということはその意味では、ちょっとこう書くけど C 保護の必要性が上がるんです。だからバランス関係ですね。だって保護する必要がないんだから C 保護の必要性ってのはその分大きくなる。したがって C は 主観要件は善意で足りるんです主観要件はで足りるでそうするとこの時には94条2項のみが類推されると、えー、94条2項のみが類推されるということになるわけですねで今度は意思外形対応型の場合にはこうなんですよ A の奇跡性が大きければ A を保護することの必要性は下がるから、まあ、相対的に C を保護すべき。ただどっちを保護するかって問題だから A の落ち度が大きければ C は保護しようって話になる。でそれに対してちょっと書く量が多くて恐縮なんですけど6番7番のケースですね。えー、っとですね。えー、っと6番7番のケースになってくるとこれは 意思がいけ非対応なんですよね非対応なんですよで非対応の場合には奇跡性は小さいんですよねで奇跡性が小さいってことはこれ A 保護の,の必要性はそれなりに大きくなるこれは相対的なもんだけどね、えー、相対的には小さあの大きくなる A, A も保護しなきゃいけないそうすると C 保護の必要性は下がってくるからそうすると結局は C は善意だけではダメで善意、えー、C は善意無過失まで必要になる。でこの善意無過失まで必要になるときには九十四94条2項に加えて。 百十条を累推適用するよというふうに、えー、判例は考えていると。まあ、いうことなんですね。だから、九十四条二項と同じ程度かどうかなんですね。で、その。九十四条二項と同じぐらい落ち度があるんだったら、九十四条二項を累推して、税意のみで救うと。で。 94条2項よりはちょっと落ち度が下がるなっていう場合奇跡性が A の奇跡性が下がるなっ時には94条2項と110条を使って C を保護するためには昔までいるっていう考えがととるわけですねだからこうするとここの部分は要は九十94条2項よりは奇跡性が低いんですよ奇跡性は小さいんですだから 奇跡性が小さいから C は善意のみでは保護されないだから結論としてはまあ結論は医師外形対応型なら C は善意のみ医師外形非対応型ならば C は善意無過失まで必要と まあこの、えー、結論にはなるんだけれども、そ,のまあそう考えるだけのロジックというものというかな、その根拠みたいなものをしっかりとあの見てあげると、ここの94条2項の累積適用論というのは、すっきりすると思うので、まあ、実際、いくつか勉強していく中で、110条というのを、ねまあ、やってない部分もありますけれども、まあ、勉強してくると、あのまたすっきりすると思います。であとはですねこれ 復習するときにちょっとコメントだけ入れておくとですねあのすごい細かい話なんだけどあの仮登記本登記のときには判例は方位に照らしてて書いてるんだね一応ね 6, の6番の問題だと仮登記を本登記にする事例だと方位に照らしって言っていて7の事例だと類推適用って言っていてこれ使い分けあるんですかとか結構ね気にする方いるんだけど、まあ、私の試験ねこれどっちも類推適用って言っちゃっていいです。あの判例はは微妙な言言葉のいい回しは使い分けてるんですよね その仮陶器を本陶器に変えちゃった場合には方位に照らしだから方位併用型とかいうふうに学説の中で言われてるんだけどあの別にあの結局全員無価値まで求めること変わらないからいいね意思外形が対応してない場合には全員無価値まで求めるって結論変わってないから別にこれあの判例が方位に照らしなんて言葉を使ってるけれどもまあ私がこれ論文式の問題であの答案書くんであればもう全部類似的できるで統一しちいます なのであまりまあ深くそこは追わずに94条のみで善意で足りるとするか94と110両方を使って無価質まで要求するのかというところを数字密算させなきゃ大丈夫なのでそこはちょっと意識してみてください,、はい。ということでここまでで94条2項の類推論については以上になりますでちょっと少し回りくどいところもあるとは思いますが重要なところなので最後まとめていきます、えー、と一応94条2項の類推適用についてはこの意思外形対応型と意思外形非対応型に分かれるということね。 医師外径対応型については、まあ全員です。主管要件全員。で、医師外径非対応型については、医師外径非対応ね。医師外径非対応型ですね。医師外径非対応型については、まあ併用の場合があるつっ,ってるけど、まあとりあえず累推適用でいいと思います。え九十四条二項と百十条の累推適用。 を考えていけばいいけばです、まあ、こっちが94の2個だけの類推適用でその時に変わってくるのは、えー、第三者主観要件が全員無過失になるよという点ですね、えー、この点しっかり押さえておいてくださいで一応抗議メモでも一元化できるようにちょっとねあのすごい簡略化したコメントで入れておくけれども医師外形非対応型はとにかくう A の奇跡性が少ないってことです相対的に、まあ、A の奇跡性が少ないってことですだから A 保護の観点も現れると A 保護の観点から C の主観的要件を課長しているよというイメージを持っていくといいかなと思います。だからこの場合だったらその主観的要件の課長というのが今までは94条だったら善意だったところを。 昔まで必要ととするということになります、はい、でここまでがとりあえず94条です、えー、と93条の、えー、心理留保それから94条の通報虚偽表示で通報虚偽表示については94条2項の、えー、各要件の解釈それからまあ第三者に ABC でさらに D が絡んでくるパターン、えー、それから累積適用の考え方みたいなところを中心に扱いましたので、えー、まずはしっかりそこを押さえていただいてで少しあの 次のね、まず、あ、休憩挟んでから、錯誤と詐欺、脅迫というところを見ていきますが、えー、ちょっと条文だけ見てから、少し一、あのー、回休憩挟みます、錯、え、誤、ー、って何か、詐欺、脅迫って何かってことですから、条文ちょっと見ていきます、で少し条文が複雑なので、えー、と95条を見ていただくと、意思表示は次に掲げる錯誤のうち、えーあ、次に掲げる錯誤の基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的、および 取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができる。取り消すことができるとしています。これですね。取り消すことができる。で、ただなんか何でも取り消すことができるわけではなくて、どうやら。 あの法律行為の目的及び社会取引上の社会通念に対って重要であることが必要になりますだから何でもかんでも取り消すことができるわけではなくて、えーまあ、目的や取引上の社会通念に対して重要だったら取り消すことができますで取り消すことができるものは2つ1つはあの意意思思表示に対応すする意思を書く策語というやつで,すでこれはあのこのあとちょっと交換のところで説明する内容になっちゃうんだけどこれは一般的に あの言いいい間違違ととか勘違いとか勘です例えばですけれども、まあ、通常はない、えー、話ですけれども、まあ、何でもいいかな。 例えば私がですねラーメンを食べたいと思っていてでラーメン食べたいと思ってラーメン買おうと思ってるんだけれども実際に例えば私はラーメンとうどんを全く同じものだと思っていて実際私の頭の中ではラーメン食べたくてもラーメンの頭なんですよねだからラーメン食べたいと思ってるんだけれどもそのラーメンとうどんってものが全く同じものだと思い込んでいてあうラーメン食べるつもりでうどんくださいって言っちゃってるわけです。 でそれでうどん出てくるわねねその時は、ね、うどん出てくるけれどもその時にはもう一度私はごめんなさいラーメンとうどんを同じもんだと思ってたよとつまり意思,表示意思表示に対応する意思がないんですよ言ってみればその要するに表意思表示が要するにうどんくださいって喋ってますうどんくださいって言っちゃってますからそのうどんくださいっていう表示に対応してないでしょううどんが食べたいっていう認識がないからでそのような勘違いしちゃってるケースとあともう一つはその うどんくださいってラーメン食べたくてラーメン食べたいんだけれどもなぜかなんかぼーっとしててなん,かあのなんか横からなんかうどんうどんとか喋ってるの聞こえちゃってラーメン食べたいんだけどうっかり言い間違ってあすみませんうどんくださいって言っちゃったケース、まあ、つまりどっちも分かりますかねそのうどんとラーメンをかんあの同じものだと思っているこの勘違いしちゃってるケースと言ってることを言い間違っちゃってるケースでこの場合がこの表示意思,あの意思表示に対応する意思を書く作語と呼ばれるものになります。 ででこれはちなみに予備試験もも含めめててだけれども出題頻度極めて低いですなぜかって言ったらそんなことないでしょう日常生活の中で私がラーメン食べたくてうどんくださいって言っちゃうケースはないわけですよまあ細かく言うと間違って食券押しちゃったみたいなケースですよ <laughs> 間違って食券押しちゃったみたいな話だったら話変わるけど例えば口頭で自分がラーメン食いたいのにうどんくださいっていうケースがまずそもそもないのであの結構この1ってのはあまり見ることはないですただ2の方が出題頻度高いんです2は この基礎とした事情について認識が真実に反する錯誤ってやつなんですねでこれは一般に動機の錯誤と呼ばれています一般的には何かというと私はラーメンが食べたくてラーメンくださいって言ってますちゃんと注文してるんですよ今回は勘違いも言い違いもないラーメン食いたいからラーメンくださいと思ってるでも私はラーメンを美味しいと思ってるんだとめちゃくちゃ美味しいラーメンだって思って食べた頼んだとで出てきたらもうすげえまずかったと だこれはちちょょっっとととととと違違ううぞぞ基礎とした事情がちょっと認識と違うぞとつまりうまいと思ったから頼んだのに、えー、それをなんかまずかったみたいな話だからそれを取り消したいっていうようなケースですで他にまあよく出てくる例としては美術品買う時だよその例えばまあピカソの絵みたいなのを買いに行くときにたい、まあ、講義の時はピカソの絵とか話するんだけどピカソの絵を買うときに本物だと思って買ったら偽物つまされたってケースですだからそのピカソの絵をくれってことについては意思と表示は合致してるのよ そのピカソネは欲しいと思って私はそのピカソネくださいって言ってるんだけれどもいざ捕まされたのが偽物だったのであれば本物だと思ったったていううその基礎事情が違うんですで他にも典型的な例でちょっと触れとくと、えー、もう一つよく出てくるのが不動産買ううときに値上がりするっていう情報、えー、つまり駅前で再開発があるっていうことを聞いてそうすると土地の値段が上がるだろうと思って買ったらその話がガスネタだったそしたらそれは取り消したいよねっていう。 つまり1と2の違いっていうのは1はそもそも内心と外がもうそもそも一致してないんですよもうだから言ってみればラー,メンラーメン食べたいっていう意思の下でうどんくださいって言っちゃってるんですでそれら2の方はそこはずれてないラーメン食べたいと思ってラーメンくださいって言ってるだけどその背景が違ってたっていうケースでこの背景が違ってた場合も一応取り消せますただこれは条文の構造だけ見て2個を見てもらって2個 ただし、全条第2項の規定による意思表示の取り消しということはこれだよね。これだよねこれが全条第2項の規定による意思表示の時、つまり、この動機の錯誤ていうのは基本的には取り消せるよって書いてあるんだけれどもただ、これは考えてみるとね、お店の人から見たらたまったもんじゃないですよね。あの要するにラーメン売ったらさ えー、なんか美味しいと思ったから買ったのになんかまずかったから取り消しますよって言われたりねもしくはピカソの絵の話だったら本物だと思ったから買ったのにそれが偽物だから取り消しますって言われても知らないじゃん売ってる側からすればそれはもうあなたが勝手にその勘違い思ってただけの話でしょ土地の売買もそう土地が値上がりするって思って買ったのに値上がりしないんじゃ取り消しますよって言われても相手からすれば不足の損害だよね ですから動機の錯誤って呼ばれるものについてはやっぱり相手方にとって不足の損害がが生じるる。可能性が十分あるだから条文ではどう立てつけになっているかっていうとそれが表示されていることが必要ですまあ言ってみれば値上がりすると思ったから買いますぐらいのことを言ってなければ相手にとってはそんな予想外の結果になるですから表示されていた時に限りすることができるのでこの動機の錯誤の場合にはその基礎事情が認識と違っていたというだけではなくて 表示されていることが必要だからもうシンプルですその本物なんだよねこれじゃあ買うわって言わなきゃダメですお店に行くときにあこのピカソの絵本物なのねじゃあ買おうかなとか、まあ、もしくはこれ表示って言ってるけれども明らかに分かるような振る舞いをしてる場合も入ります。 わざわざそんなさこのピカソの絵は本物なんですよねだったら買いますよみたいになったらなんかちょっと嫌味っぽいでしょえー、そそんななんかお店の人も気分損ねるのでだからなんとなくさその人が本物を買うってことが明らかにわかるようなほのめかしをしてるケースあるわけですよその人が例えば美術品のコレクターとかでそのほ言ってみればいろんなコレクションの雑誌みたいのを持ってたりとか、えー、その雰囲気とかを振る舞いとかでこの人はその新作であるピカソをほし欲して買ってきてるんだってことを要するに外から見てわかるようになってればそれは はっきりと言葉で言わなくても表示されていたっていうふうに言えますでただそれは何でかって言ったら相手にとって予測可能だからいいんですよ相手にとって予測可能であればいいので,でその表示されていた場合にはすることができるというルールですで前半というかまあこの2つステップはここまでっていう感じにするけれどもじゃあさっきの食べ物の例で言うとじゃあおいしいと思ったから買いましたまずかったから取り消しますみたいなことが果たして許されるかというと条文上いけそうな気がしますよね。 条文上はおいしいかまずいかが基礎事情になっていれば例えば、ね、コンビニとか行ってねなんか肉まん頼む時にわざわざ毎回ね、えー、これおいしいと思うんで買いますって言って買ってで食ってまずかったからじゃあやめるってことが一応まかり通る可能性はあるよねでただじゃあまかり通るかって言ったらそんなこと今ないじゃんあれはどうしてかって言ったら条文に書いてあるんですあの柱書き法律行為の目的及び取引上の社会通念を照らして重要なものしか取り消せません 通常食べ物が美味しいかまずいかっていうことはそこまで取引上の社会通念に照らして重要とは言えないんです例えばコンビニエンスストアで肉まん買ったって場合にそれ売買契約でしょ売買契約ってのはどういうものかって言ったら目的物と代金なんですよでそれがもう本質的つまりそこで売っている肉まんを100円で買うっていうことについて合致していたら美味しいかどうかっていうことが契約内容の中で自由の意味を持っているかって言ったらあまり持ってないんですよでこれは少し事案変えると変わるんだよそれが例えば なんか鹿児島産黒豚を使ったとか書いてあって鹿児島産黒豚じゃなかったとかだったら話変わってくるつまり,そのかりますその使っているものがこれですみたいなことまで言ってで買いますって場合にはそれは多分契約上重要ですよねその産地がどこなのかっていうことを売りにして売買契約をしてるんであったらその産地が偽装されてたってことであればそれは当然その取引上の社会通念を照らして重要になりますなのでこれは客観的に決まるんですよその なので一般的にコンビニエンスストアで例えば肉まんを買った時に美味しいかまずいかっていうことがそれが社会通念に照らして重要かってった社会通念に照らしたら重要じゃないんですよだその人がすごく、ね、こだわりがあったとしてもそれはあの社会通念で判断されるってことになりますだから一般的に言うと不動産の値上がりとかあの不動産が値上がりする値下がりするとかあの美術品が本物か偽物かみたいなものはこれは結構重要ってなると思うやっぱり不動産って投機用商品だから。 比較的よく出てくる通り不動産っていうのはやっぱり当期の,の転売みたいなのは普通に日常的に行われるし不動産の価格がどうなのか上がったり下がったり騰落修正ってめちゃくちゃ重要なんであとは美術品も言ってみればその新作か元作かで全然変わってくるようなものだったらそれは取引所の社会通念上重要なのでこの柱書きはクリアできるかなというところですそうすると、まあ、この作語については要件についてだけちょっとやってあきまする語っていうのは この1号ね、この意思表示に対応する意思を書く作語というのは、まあ、言い間違い、勘違いだと思ってください。でですすね勘違違いいいと言い間違いですこの内容の作語、これ、学説的にこう言われてるんで、まとめてますが、えー、このね、内容の作語っていうのは、さっき言った勘違いのケース。で表示上の作語っていうのは、まあ、言い間違いのケース。 まあこういうものについてはあの要件1のみで OK です。まあ、要件1っていうのはこいつ、えー、と取引上の社会通念に対して重要なものであればいいです。この要件のみで足ります。えー、要件1のみで OK です。でさっき言ったとおりこの95条1項の勘違い言い間違いっていうのはそこまでがっつり聞かれることはない。まあ、言ってみれば、ね、大体この 意思表示に対応する錯誤がってどういう状況かっていうと例えばこの人が、まあ、頭の中で A って考えているのに B って言っちゃってる時つまりこれは内心的公開意思って言ったりするんだけど。 ララーメン買いてー,とかラーメメンンいてーってとか食っ話ね、えー、この「内心的公開意思という「ラーメン食いて」っていうのがこれが要するに表示あこれはちょっと待ってください下に書いた方がいいかな、えー、その表示行為だラーメン食いてーって思ってんのラーメン買いてーって思ってんのうどんくださいって言っちゃってるケース。 ですよねそうするとこれが起こり得るのは勘違いと言い間違いしかないでしょラーメンとうどんを同じもんだって思い込んでるケースと、えー、ラーメン食べたいのにうどんくださいってうっかり言っちゃってるケースしかないので、まあ、この場合にはとりあえずその表示されてることはいりません、えー、表示されてることはいりませんでただし、えー、このいわゆる動機の錯誤というものですねその法律上の、えー、法律行為の基礎とした事情、まあ、一般的にこれが動機ってことになりますかね 動機ということになりますが、このまあ一般的に動機の錯誤というのに該当する場合には要件一だけではなくて二が必要になるということです。二が必要になります。つまり表示ですね。表示。その二の要件っていうのは。 動機の表示も要件になるということになります。えー、すると、これは理由としてはやっぱり相手方の予測可能性なんですよ。相手方の予測可能性であったりとか、あとはまあ取引の安全にやっぱり配慮する必要があると。 配慮する必要がありますので、ええー、動機の錯誤の場合には。さっき言った重要プラス表示っていうイメージです。だから、こっちは。あの、言い間違い、勘違いは重要ならば、取り消せる。で、えー、動機の錯誤は重要かつ表示が必要ということです。重要かつ表示が必要になる。ということですね。だから、まあ、ここで言うと、まあ、ちょっとこれで。表示ね。表示が必要になるという。 これだからのの錯誤の場合ねだちょっと同じような回この2については。ということですねであとはさい最後に同期は目次でもいいです。表示はね。 動機の表示は目次でも構いませんということになりますので、まあ、少しあのこれは作語についてはちょっとまあ休憩挟んでちょっとこう最後のセットは短めということになりますけれども少し休憩挟みますけれどもあのやっていくとねこのなので95条の条文読んでどういうふうなルールになっているかってことが指摘できればほぼあの問題ありませんので、えー、まずは。 この条文ちょっと1回もう移しますけれどもこの95条の1項と2項まずここまでしっかり押さえておいて錯誤は目的および,び取引所の社会図で照らして重要だったら取り消せるで取り消せるものはそ,の表あのそもそも意思表示に対応してない場合と動機の錯誤動機の錯誤の場合には重要かつ表示が必要っていうところねそこしっかり押さえておいてください はい、じゃ、それではちょっと長丁場になりますので、少しね。あここで休憩挟んでから、最後ラストセットの方に入っていきます。じゃ、それでは一旦ここで再度休憩いたします。それではですね、えー、引き続き最後のセットということになります。大いまあ30分から40分ぐらいの時間ということになります。が、え、錯誤の後は次に先脅迫っていう形で順番に行くんだけれども、まずは錯誤についてはあの1個2個で今触れた話ですが、これは条文まださらに続きがあります。 えっとね、95条の、えっと、3項を見てもらうと、えー、書いてあるんですけれどもねあの原則として錯誤というのは取り消すことができますで取り消すことができるんだけど取り消せられない場合があるでそれがこの重大な過失がある場合なんですよ、えー、この重大な過失がある場合でさっきも過失って出たけどこの重大な過失ってのはもう本当にちょっとでも注意してたら気付くだろうみたいなだけです 錯誤に陥ってるけどそり普通に気づくだろうみたいなのが重過失ってやつなんです。ここの重質の重場合には取、はい、取りりりり消消ししすすすることができなくなくまま制限かかりますじゃあ例えばどういう場合かって言ったらもうシンプルにそのピカソの例とかで言ったらその、まあ、例えばですね動機、まあの錯誤の例にすると、まあ、本物だと思ったから買いましたみたいなケースでもう見た瞬間にも明らかにこれはピカソの本物じゃないってことが明らかに分かるだろうとちょっと注意すればね。 あのもう例えばもう見た瞬間にそれ水墨画じゃねえかとかね、まあ、もしくはなんかその左上に「ピカソ」とか書いてあってもう明らかにこれピカソじゃねえよって分かるような場合なんかはその人が仮に勘違いしても,もうお店の人から見ばそれ分かるだろうと「ピカソ」って書いてあるよみたいなねあのそういう場合にはやっぱり重化質がある時には錯誤を認めるべきではないなんでかって言ったらそもそも取り消す目的って何かって言ったら表意者保護なのよ。 その要するに錯誤した人を保護するためなんだから保護に値しないような重過失がある人は保護しなくてよいだろうっていうのがこの3項なんですよでただちょっと条文難しいんですよただこれ次に掲げる場合のぞきって書いてあるでしょつまり重過失があっても取り消せる場合があるつまり例外の例外があるんですよつまり原則は取り消せる例外は表意者重過失なら取り消せない例外の例外はこの1号をとりあえず押さえて、えー、この1号で 相手方が作語を分かっている時です。まあこれ具体例で見た方がいいかなと思うんだけどそのさっきのピカソ事例だったらねその仮にピカソだって勘違いしてるとで本物だと勘違いしていてかつそこに「ピカソ」って書いてあってもう普通に考えれば分かると。 もうこれは偽物だって分かってる重化質がある状態でもうそのピカソの絵買っちゃったとでこの時は取り消せないんだけどお店の人がそのこと分かってる場合ねお店の人が「あこいつピカソピカソだと思って,買ってあもう本物だと思って買ってるわ」みたいにね「あこいつは買ってるわ」みたいにその錯誤があることを分かってるんだったらそれは今度はやっぱり取り消しやっぱ認めていいだろうということになるでこれはどういうことかっていうと要するに表示者と相手方のバランスなのよ だ,だよねだけど重過失があるんだったら憑依者保護する必要はなくてむしろ相手方を保護するために取り消し制限すべきなのだけど相手方を保護する必要がないじゃんこういう場合は、えー、このように相手方を保護する必要がないでしょ 憑依者が錯誤に陥っていることを知っていたりもしくは重過失でそのことを知らなかった場合には取り消しを制限する必要はないだろうということで、えー、原則通り、表依者保護に戻るというルールなんですなので、まあ、試験対策だとするとこの95条の条文構造をとりあえず整理しておけばほぼ大丈夫です、まあ、なので、こんな感じつまり、表依者に重過失があるときには取り消せないこれが例外なんですよ原則は取り消し OK だったでしょ だから例外として取り消せないよという話なんですこれは、例外として取り消せない。でただ、相手方が表示者の錯誤について悪意または重過失の場合には取り消しができないよというのはあ取り消しが認められるのは例外の例外という位置づけ。だから例外はできないけど 例例外の例外のでできるってことこだからまあわわ私なんかがよく言うのは結局シーソーみたいなもんで憑依者保護するの相手保護するのの行ったり来たりなんですよ原則はとりあえず表示者保護しようとだけど憑依者に価値がないんだったら相手方保護しよう相手方にその価値がないんだったら憑依者保護しようっていう話でしょもうシンプルにえ原則取り消せるけど憑依者に重過失があったら取り消せないでもそのことについて相手が知ってんだったら取り消せるっていうこのシパしいソーをさえればいいとであとはちょっと細かい話であの 共通錯誤これ95条3項2号にあるけどあの2人とも錯誤になってるケースってやっぱりあるんですよねあの A さんも B さんもどっちも錯誤に陥っているという場合にはそれは契約を成立させる意味ないでしょう、えー、お互いに錯誤に陥ってるんだったら、まあ、錯誤取り消しは認める必要はないだろうということから、まあ、共通錯誤は取り消せるというのが一応存在していますだからまあ一応例外の例外のもう一つってことになります で、そして、一応、ここまでが、ええー、錯誤ということになります。で、ただ、錯誤については、少しここで、しっかりやっとかなきゃいけないのがですね。あの、意思表示の九十三と九十は無効って言ってましたよね。ええー、九十三条は無効、九十四条も無効って言葉を使ってましたが。ええー、錯誤の場合には、取り消しと書いてあるんですよね。 何取り消しって言った話ですよね、えー、原則としては取り消し原因となるでちなみに96条もせっかくやっとこうかあの詐欺脅迫です、えー、詐欺と脅迫についても条文でいきましょうかね96条で詐欺脅迫は取り消すことができると書いてありますということはまあ詐欺または脅迫があった場合にはまあそれは取り消すことができるとちなみに錯誤っていうのは勝手に勘違いしてるんです <laughs> 錯誤っていうのは勝手に勘違いしてるんです でえー、詐欺・脅迫というのは、まあ、言ってみれば誰かしらに騙されたりと脅されたりすることによって意思表示をしている状態でこれは、やっぱり取り消しということになりますじゃあ、そうするとまとめていくとですね民法においては通貌虚偽表示やあ心理療法や通報虚偽表示の場合と異なって錯誤とか詐欺・脅迫については取り消しという扱いになる。 ちなみに詐欺と脅迫というのは日常的に使う言葉とほぼ同じですあの詐欺というのは、まあ騙すこと人を騙して錯誤に陥らせる行為で脅迫というのはビビらせることです、えー、他人に遺憾を与えて、えー、その遺憾によって害悪告知する行為ですで一応、すげえ細かい話なんだけどこれ間違えちゃうと後でやばいのであの脅迫あのあ、ごめんなさい書き間違えあの漢字間違えないでください。 あの刑法の脅迫罪はこれなんです、えー、刑法の脅迫罪は力、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 力ってやつねあの、これが刑法の脅迫罪なんですが、民法の脅迫はこの強いなので、えーと、漢字はちょっと間違えないようにしておいてください、まあ、民法に脅迫、この漢字使っているので、もうそうせいるをないと。 で取りり消すすこことととができるということになりますじゃあ、昨、えー、語詐欺、脅迫、まあ。順番で言うと95条からいくと詐欺、昨語脅迫は取り消せる。じゃあ、取り消しって何が違うのかというと、実は大きな違いがあります。えー、と取り消しと無効っていうのは最初から効力生じません。つまり、最初の段階から効力生じないんだけど、取り消しは取り消されるまで有効な扱いを受けます。えー、つまり、この取り消しっていうのは、しっかり定義として見といてほしいのは、 だから例えばね日常的にもクーリングオフってあるでしょあれも取り消しじゃないあれクーリングオフはしなかったら有効でしょ売買としてはあのクーリングオフしたことによって契約なかったことになるよねですから別に錯誤詐欺脅迫があったとしても取り消しの意思表示をしない限りはえその効力は残りますで無効っていうのはそういうことを待たずしてえ何も待たずして当然に効力が生じないという違いが生じるわけですしたがって取り消されるまでは有効ということは取り消しの意思表示がなされると と難しい言葉だけど遡ってですね訴求的って言います訴求的に効力を失っていきますあ、さ、訴求的にだね、えー、訴求的に効力を失いますそして条文少し余力がある方は百二十条というのを見ていただけると取り消しってできる人決まってます、えー、取り消しを主張することができるのは、はいえー、条文だと百二十条になります えとこんな感じです120条だとこの120条2項を見ていただけると詐欺・錯誤・脅迫によって取り消すことができる行為は本人または代理人、証券に限り取り消すことができます。ということは無効というのは誰でも言えるんですよ。 もう誰でも無効って言えるんだけど取り消しっいうのは価値ある意思表示っいうのはその詐欺・錯誤脅迫に基づき意思表示をした当事者か代理人か証券人しかできなくて限定されているそして無効ってのはいつでも誰でも言えるんだけど取り消しの場合はこれはね126条ですかね、えー、条で条文があってですね,、えー、とですね期間制限があります、126条で、はいえーとね、追認できる時から5年。 行為の時から20年、まあこれはまた追って勉強する話になるけれども、あの期間制限あるんですよ。時効で消えちゃうんです。ですからあの本来だったら取り消すことができる行為があっても、えー、追認できる時から5年、行為から20年経ってしまうと取り消しの、えー、ことはできなくなっちゃうというふうに、まああの無効の場合と比べると過失の程度が小さいんですよ。まあ無効というってのは過失の程度が極めて大きいから当然に効力が生じなくて、もういつでも誰えっ、ー、と いつでででもも誰言えるんですだけど取り消しの場合には可視の程度がそこまで大きくないことから、えー、まあ主張権者が限定されていて時効もあるっていう違いがあるでここはちょっと意識しておいてください、まあ、主張権者が限定されていると、えー、具体的には120条2項かなそれから、えー、時効が存在すると。 という点で、まあ、この無効とととは違うと、まあ、要すすするにににその代わりりあれですよ取り消すことによ取消こっって遡って無効になりますかる、ね、無効なものは最初からずっと無効なんですで。取り消される場合には取り消されるまで有効で取り消されることでさかのぼって効力を失っていくということになります。だ取り消しの意思表示がなされると訴求的に効力を失って、まあ、結果、無効になっていくということです。でそうすると詐欺・錯誤脅迫についてはこのように取り消しになっていることは確認しておいて。 でただ、えー、この取り消しについては、まあ、もうちょっとふ踏み込んだ説明が必要になるんだけれども、えー、詐欺のルール、ちょっといきますちょっと下のほういきますで詐欺については条文で、えー、ちょっと見ていきましょうかね、えー、詐欺については96条をもう一回ちょっと確認していただければと思います少しまあ条文の方、えー、ですと,、えーとえー、さっき126条を引いてましたけれども96条,の3項あ96条の2項ですね えー、詐欺についてはこのように、えー、結構複雑な条文がついてます。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合についての規定でこれはあの条文の情報としては第三者が詐欺を行った場合については、えー、相手方がその事実を知り え知ることができた時に限り、えー、意思表示を取り消すことができると書いてあるで少し難しい書き方はしてるんだけれどもこれ取り消しに関して一部制限かかってるなっていうのは読めるかな言葉的につまり第三者が詐欺を行った場合にはこういう場合だけ取り消せるよって言い方をしてるでしょ。ということは無制限に取り消せなくなくってるんですよじゃあどういう場合かっていうと通常詐欺取り消しの詐欺の状況ってたいあのー。 こういういい場合が多いんですよ A さんが B さんと売買契約を結ぶときに例えば B さんが詐欺を働いて騙されちゃうとグニャグニャって騙されてるって感じですが、まあ、B さんがだだ詐欺を働いて A さんがなんか売買結んだっていうその時には取り消せるよって話なんだけど、まあ、でもよくあるのがあの全くもって関係な第三者が詐欺を働くケースなんですよ。で詐欺を働いたあげく A さんが騙されて B さんと売買結んじゃう。 まあよくあるのは、まあ、B さんこれまたピカソの絵とかにしましょうか、えー、B さんのところになんかピカソの絵らしきものを売ってるとでこの時に A さんは C さんから吹き込まれるわけですよあ,のあそこの B のところにあるものっていうのはなんかすげえ安いけど実はこれ本物だからねとで本物だからこれ自家額ものすごいやつがなんか安値で売られてるよっつって A さんが「お本当かよ」って言って B さんのところ行って買いました。まあ、A ささんんからすれれば騙されてるんで えー、騙されてるんで取り消せそうなんだけどこれ無制限に取り消すわけにはいかんよねって話なんてうかって B からすれば知らんよって話なんですよ B からしてみれば普通になんか騙されてきてるけれども、えー、とりあえず A さんは普通に B さんのとこやってきてこの A くださいっつって売ったんだから C さんに騙されたんで取り消しますって言われてもそれは俺は知らねえよってのが B さんとしてはあるわけなので第三者の詐欺っていうのは限定かかりますでじゃあどういう場合には取り消せるかといったら C が知ってりゃいいよねあの、ごめん、B、だなさい、えー B、が あこいつ騙されてんなってことを分かってるんだったら取り消せるよねって話になりそうだよねつまりその条文っていうのはその暗記するよりは適用場面を想定してそれでまあこういう結論になるよねっていうことが分かっちゃえばなんとかなるので、まあ、例えば第三者詐欺の場合には、まあ、相手方が詐欺について悪意有価室の場合に限って取り消しを認めることになりますだからまあこの場合だったらでこれは A のねその騙されてることについてつまり B が詐欺につき 場合イのみ取り消し ok、だ言い換えれば、え、B. が全員昔ならダメです。言い換えれば、B. が全員昔だったら取り消せないっていうのが条文です。えー、だから、まあ。まあ、これは、まあ、そのまんまだね。ができませんと。 まあそれは考えてみたら、ね、そらそうだよねってことが気がするんだよね。であともう1個だけちょっと触れときます。あのこれはね担当対策でよく引っかかるんだけど第三者の脅迫は無条件取り消のこの取り消制限かかってるのは詐欺です、えー、詐欺の場合には取り消制限かかってます条条文も96条2項そう書いてあるでしょで あの脅迫の場合にには無条件に取り消せるんです例えばこれが C が脅迫をして A がビビって、C、あビビってというかね脅迫受けて買ったっていう場合にはこれは取り消せますで理由はもうすごくシンプルなななぜららば A に奇跡性が全くないから要は取り消し制限がかかるのは例えばね A も騙されたことに落ち度があるでしょでこれはやっぱり A と B の利害関係なんですよ。 取り消しを認めるべきという A の保護の要請とあとは第三者で取り消しの保護の要請とそれから相手方 B の,その取引安全っていうのがバランスティングされてるわけだよそしたら詐欺の場合にはやっぱり A は騙されてるところには落ち度があるんだけどということはやっぱり騙されてる以上はやっぱりそれについて全員昔の B の方を保護すべきだっていう話になるのだけど脅迫ってさ脅されてる人って落ち度ないんですよ でそれで脅迫の場合には取り消せませんよってなっちゃうのはさすがにまずいだろうだからもうシンプルに書いちゃうと脅迫って取り消し制限かかんないんです一切、えー、脅迫には一切の取り消し制限かかんないのは非脅迫者に落ち度がゼロなんですよ なので第三者の脅迫の場合には無制限に取り消せるよということになりますので、まあ、だから、この場合には、まあ、無制限に、まあ、無制限に取り消しを認めるべきであるという話になってきます。 で最後になりますこれで長かったけれども条文の解説はあと1一個です、えーまあ、正直条文さえ分かってしまえばあとは具体的にそれを適用するというのは練習あるのみだから最後がちょっと厄介なんですよ96条3個 えっとね、この詐欺の取り消しは善意無過失の第三者に対抗することができない、まあ、この3項、結構重要な条文です、えー、この意思表示の取り消しは善意で過失がない第三者に対抗することができないというのがえ最後の96条3項の条文ということになりますでこれはあのどういう場合に問題になるのかというのをちょっと具体的に説明していきますでこの96条3項は95条詐欺でも同じ条文がありますここれ同じ趣旨です、えー、この 善意で過失のない第三者に対抗することができないっていう規定が、えー、それぞれありますけどこの95条4項と96条3項っていうのはあの同じような規定ですあのこっちは錯誤だった時が95条4項、えー、善意無過失の第三者に対抗できないで詐欺が3項で今回もこれ詐欺ねあのさっきも触れましたけれども脅迫は入らないんです詐欺なんですねこっちもそうね96条2項も詐欺なんだよね 強、えー、迫入らないで気をつけて。で、じゃあそれどういう場面が想定されているかというと、まあ、今日のもう問題としてはラストなん、ラストに近いところなんですが、えー、っとですね、えー、っとね、事例問題集の10番、あ、ごめんなさい、9番、えーじ、あ、そうですね、8番、<laughs> 事例問題集の8番、えー、の方でちょっと確認していきます。まあだいたいこういう場面が想定されています。まあ詐欺がもう一回言いますけれども、詐欺な796条3項、えー、誤なら7 9 5条4項。 で同じです、善意無過失の第三者に対抗できない、じゃあ、どういうことを言ってるかというと、例えばこういう場面なんですよ、A の持っている土地を B から B、B から C へ転々譲渡した後に、A が錯誤の理由に取り消したという事例なんですね、でじゃあ、ちょっと事例でいくと、まあ、イメージとしては最初に A から B、B から C っていうふうに転々譲渡されて、でその後とに、A、騙されてますから、騙されてますから、錯誤で取り消すと。 というケースですでこのようななケースなんですねでこの場合この C というものを取り消し認めてしまうとあの A の取り消しを認めてしまうとどういうことが起こるかというとねあの取り消しってさシンプルに言うと、まあ、茶舞台返しなんですよ今までずーっとやってきたものを全部なしねってやるのが取り消しなんですだから一応取り消されるまで有効だからどん,どん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 法律効果って積み重なっていくわけよ。 でどんどん法律行為が積み重なっていく中で A さんが考えたらあれ詐欺だよと騙されたんだから俺取り消すぞって取り消すと今まであったもの全部ちゃぶた返しになるんですよそうするとどういうことが起こるかっていうともう C からしてみればあの B から買ったのにその全く知らない A の取り消しによって自分が権利を失うことになるんですよでそれは明らかにおかしいでしょつまりこの95条4項の趣旨っていうのはその取り消しによっていわゆるちゃぶた返しね その,その取り消しの訴求項によって影響を受ける人を何とか保護しないとちょそういうやつが出てきたらちゃぶ台返させるわけにいかんわけよ今までのバサーンって倒すのが詐欺取り消しなわけで錯誤取り消しなんで,、ね、でそのちゃぶ台の上に他の人が乗っかっちゃったらそのちゃぶ台ひっくり返すとその人大損害になるんですよねなのでそういう人を保護するための規定と思ってくださいだからこの C っていうのは取り消し前に入ってきてるでしょ 取消し前の第三者に当たるとでこの人っていうのはやっぱり取消しの訴求項から保護すべきなんですよ取消しの訴求項から保護すべき必要があるだからこの C については その95条4項ないし96条3項で善意で無過失なら保護されるということになる。ということですね。いいかな、だから C がえ善意かつ無過失であるならばえ保護されるということになります。まあ、なので、これは条文の解釈問題なんですよ。 その96条3項とか95条4項で詐欺取り消しは善意の第三者に対抗できないの第三者対抗できないの第三者とは取り消し前の第三者というふうに押さえておいてくださいそして取り消し前に入ってきたものだからその人を保護する必要があるだからあの93条94条の趣旨とは違うんですよ同じ第三者でもだから解釈も変わるでしょ93条94条は権利外観法に基づくんです 権利外観法理に基づくものを保護するって話で95条と96条は取り消しによってちゃぶ台返しを受けることを守ってあげる必要があるっていう全然違う趣旨なんですだから定義も変わるんですよ。93条94条についてはその取り消し前とかそういう話は全然出てこなくて、えー、さっきのね当事者および包括証言人以外で新たな独立した法律上の利害関係を有するに至ったもの。 なんだけど、九十五条九十六条も確かにね、新たな独立し法律上の利害関係ってのは必要だけど、それに合わせてその取り消し前の第三者っていうのが定義入ってくるんですかね。えー、取り消し前の第三者ということになるわけですね。で、やっぱりこれは条文の趣旨なんですよ。あの。 条文の趣旨なんですが、95条96条ともに結局これなんですよ。取り消しの訴求項を制限することによって、これによって害される第三者を保護するというのが、えー、趣旨として当てはまるわけです。だから善意無過失の第三者っていうのは取り消し前に入ってきた人についてです。で慣れてくるとあのあれなんですが、じゃあなんでさ93条94条は善意で足りたのに95と96は無過失まで必要なんでしょう。 まあ別にあの覚えちゃえばいいよって話なんだけどあの一応理由あるのよ心理留保と通報虚偽表示の場合は憑依者の落ち度がめちゃくちゃでかいでしょでねあの心理留保とか通報虚偽表示は憑依者の落ち度がでかいから第三者保護要件は全員で足りてるのだけど詐欺錯誤ってのはある意味被害者なんですよ落ち度が大きいとは言えないでしょつまり 大体の場合詐欺に遭っている A とか錯誤に陥っている BB はいいね詐欺に陥っている A とか錯誤に陥った A については、まあ騙されたり勘違いしていることっていうのは、まあ、組むべき事情もあるから相対的に奇跡性が小さいから第三者保護要件は全員昔まで要求するで脅迫に至っては落ち度がないから第三者保護の要件なし第三者保護されないんですもう表示者を圧倒的に保護する必要があるだから脅迫の場合には奇跡性ゼロだから C 保護の必要性 C 保護のための規定がないのよ だから何と何の利害関係がぶつかっているかが分かっちゃうと意思表示ってこれ結構簡単そ,のそうすると結局はその奇跡性とかっていうところで主観的要件が変わってくるじゃあさちょっと事例変えます今日ラストになります問題としては、えー、とじゃあ今度はじゃこの事例順番ちょっと変えました、えー、10番あ9番ですね A 所有の高土地で A から B に譲渡されて取り消してから B が C に譲渡した、はいえー、事例としては1があって取り消しがここできます 2で、まあ、今回錯誤だからは95条1項で取り消したその後に取り消した後に売ってますいいですかね、えー、ちょっと順番が変わりましたね先ほどは取り消し前の第三者だったわけですが C は取り消した後に買ってます、はい、この場合どうなるかということですがこれは95条4項や96条3項の適用場面ではないってことね なぜならばその95条4項96条3項の第三者の定義は取り消し前の第三者を保護する規定だから取消前ののの第第三三者者みがその第三者に当たるんですじゃあ今回これはって言ったら95条4項とか96条3項の問題ではないんです。 じゃあどうやって見るかって言ったら向ここまでずぼーっと見ればいいです、えー、まず A から B に打ったでしょで取り消したってことはどういう状況かってっ B から A にまあ厳密に言うとね最初からなかったことになるからもともとずっと A のものだったってことになるんだけどただまあ観念としては一回取り消されるまでは有効なんでしょう。取り消されるまでは有効と扱われる以上は一旦 B のところに行ったものが取り消しによって A に復帰するっていうことが観念できるんでね その理屈だけだったら取り消しによって最初からずっと A のものだったってことになるから B のところには行ってないことになるんだけどただそうはいってもね取り消しって一旦有効と扱われちゃってるものをその取り消しの一条で元に戻すっていう意味合いがやっぱり出てくるから理屈としてはこの取り消しによって B から A に復帰的に動いてると。 その取り消しによってそれが復帰的に戻ってくるってことが一応観念できるわけよ。じゃあそうすると B が A に取り消して戻っている一方で、えー、その後に B が C に売ったってことはこれどうですかって話なんですね。えー、これ B を起点とした二重乗と同じでしょ。えー、そのこの2と3のと関係見たら えー、つまり取り消しによる訴求項なんだけど取り消しによる復帰的物件変動と、えー、それから B による転売って考えたらこれは端的に B を起点とする二重譲渡と同じ関係を見て取ることができるわけですわそうすると取り消し後の第三者の場合には対抗関係として処理すると、まあ、判例はこれね復帰的物件変動って言ってます、まあ、あたかもその二重譲渡になったみたいなね、えー、あたかも二重譲渡と同じような関係に立っているという え問題でで処理していくわけですそうすると、まあ、ここの本ちょっとシューッといきますけれども、まあ、理由のところですね取り消しの訴求項っていうのは一応法的な犠牲であって取り消されるまで有効なんだから、まあ、取り消した時点で一応復帰的物件変動があったというふうに扱うことは一応観念できますよねとであとは取り消した後はやっぱり例えばこれさ不動産だったら取り消したら投機があるならすぐ取り戻せだよね、えー、それはもう A に求めていいでしょ先に投機ととか勝ちたらしい話ようは 対抗関係だからこの2つっていうのは AC っていうのは結局これは177条の問題になるから結局先に登記取った方が勝つんだけど、まあ、A としては詐欺取り消しなり錯誤取り消ししたらそれは登記取り戻せよっていう,、えー、いうのは求めてもいいでしょうということからこの A と C は登記の戦後で決まるということになります。そうするとねこれまとめるとあの実はねこれでこれだけの話なんですよ。A かからら B、B C この場合はもう端的に C は取り消し前の第三者でしょもうまとめちゃうとね取り消し前の第三者だから結局これっていうのは95条4項とか96条3項の問題なんですよ。でね。 だからこの取り消しが認められるかっていう話については結局だから C が全員無過失ならば取り消せないんですよ。全員無過失なら取り消せないんです。でちなみにこれ C はトーいりませんね。あの別に対抗関係じゃないからね。 あの例えば A、B、C ってこれ、全点上等でしょ、全種、公種の関係ですから、これ、C はちなみに取り消し不要で、かつ C は、登、え、記、ー、はいりません、登、あ、記、のー、がなくとも、えー、対抗できます。で、それに対してですが、えー、この場合ですね、A から B で行ってから、 取り消し先に色つけちゃってますけど取り消し売却とこのケースだったら AC 対抗関係ということですよねこの場合には端的にだからこの C の善意悪意とかあまり考えなくいいですえ対抗関係だから えと先に。ということです。だから C はこの場合取り消し後の第三者でしょだからこれは177条の問題。ということです。 ちょっとまとめると、ですね抗議メモじゃなくてごめんなさい、あの事例問題集のを書き込んじゃったけれども、あのこの理解がしっかりできていればそのあの、96条の問題はすべてばっちりということになります、ですから、その取り消し前なんだよね、その取り消しの訴求項を保護するために、95条4項や96条3項がある、したがって、ま,あ、まとめますけれども、抗議メモの方ですけれども、えー、ここですね。 ちょっと上の方に行きますょ昨後取消しについてのものについては、この善意昔の第三者に対抗できないというのがあるけれども、これは取り消し前の第三者です。ですねで取り消し後の第三者は対抗関係です。でかつ、えー、この登記がいらないのにですね、登記もいりません。えー、これはまあ全種交渉関係ですから。そ まあ少なくともこの問題でいうとこの取り消し前の第三者は登記いらないよって話ね。で96条3項と全く同じ規定になりますので、えー、その下に書いてあるのも一応まあやったよって形で選択聞いておきますが、えー、詐欺取り消しの場合はやっぱり同じです。そいうことですね、えー、全員昔の第三者に対抗できなくてあとは登記いらないよということになります。 いりませんよととうことですあとはこの辺りのところはやっぱり取り消し前の第三者という辺りの定義は基本同じになってくるただからまあ同じように共通したものを、ね、しっかり見ておけばいいと思いますでそうするとですね結局94条の問題についてはあれは善意のみでちょっと最後に戻りますけれども1ページ目で通報拒否表示の場合はだから あのこの議論が出てくるんだけどあのチェックシートにもあるんだけど94条2項の第三者の場合にはあ,どこだあったあった全員第三者ってことであの無過失いらないからね,いいね条文上あの93条94条は全員のみで、えー、保護しますから第三者は、えー、ですから全員無過失まではいらないよってことはこれは条文上要求されてませんのでここねこの94条のね94条2項の1ページになりますけども94条2項の場合には無過失あ昔あと。 無過失はいりませんね。無過失はいりません。条文上要求されてません。で登記もいりません。でこの登記もいらないっていうのはまあ最初にやるとわけわかんなくなっちゃうけど今日ここまでやれば、えー、ぜあの通報拒否表示は全種公主だから登記いらないんです。えー、この場合には え、だから登記はいらないということになります。で、ここまでやっておくと、まあ、今日の、えー、ところはもうおしまいということになりますが。で、最後まとめの内容になりますが、そうすると、九十四条から九十、えー、九十三条から九十六条までってのを。まあ、全部ね、整理すると、まあ、どんな感じになるかというとですね。まあ、こういう感じなんですよ。さっとやっちゃいます。えっ、ー、と、まあ、分かってれば、もうこれ別に書く必要はないところですが、えっ、ー、と、ごめんなさい。 えー、93条は心理留保で結局原則は有効なんだけど原則は有効になりますわね。であとは相手方が、まあ、この辺はもう同じことになるかね悪意有価質ならば。 94条の通防虚偽表示は原則として無効ですよね通防虚偽表示は無効とするということになりますから94条の通防虚偽表示は無効で95条の錯誤 96条の詐欺脅迫は取り消し OK ということになります。そうするとですねであとは第三者保護規定が一応存在していて。えー、と一応 93条2項と94条2項でこいつらは全員でこっちら95三4項とでこっちらなしとでこやつらはまあこんな感じでまとめられるのかな。 えーまあ、ちょっとシンプルにまとめていくと、まあ、心理留保の場合には、まあ、原則無効で相手方悪意誘拐すの場合には無効になりますであとは通報虚偽表示は無効で錯誤は作業作業は取り消し OK 第三者法については、えー、93条2項94条2項で全員保護式であるでこれは権利外交法律 権利外観法理で95条4項96条3項で取り消し前の第三者を保護する規定が存在するという、まあ、整理そうするとですね民法って結局突き詰めて言うと誰を保護するかというと原則は憑依者保護なんですよ言ってみれば心理療法を除いてね心理療法を除いては原則としてはその人がどう思っているのかということが一番重視されている。 つまり通報虚偽表示も錯誤も,詐欺も脅迫も基本的にはその人の意思がどうなのかっていうことを重視するでこの考え方を意思主義って言っていて民法は原則としてその意思通りの効果を認めるという方法になっているだからあれでしょその心理療法は例外なのよ心理療法は言ったからにはやしゃあないよっていうことで一応表示主義取ってるんだけど まあこの「意思主義」と「表示主義」って民法の1ページ目の一番上のやつを最後まとめてるんだけどね要は例えば A という頭で B というふうにしゃべったときにどっちを優先するのかっていうのがやっぱり究極的な問題じゃん民法の中で頭の中で A なんだけど言ったことが B だとでこの時に頭の中の A というのを重視するのかそれが意思主義なんですで実際しゃべっちゃった B というのを重視するのが表示主義そうすると意思主義っていうのは本人保護なんですよ で表示主義とのは相手方とか第三者保護なんですよねでどちらを優先するのかというと民法の立て付けを超えて見ていくと、まあ、心理療法の場合を除いては原則、意思主義が貫かれているなというのは分かるかな、えー、原則、意思主義が貫かれているかなとでただ、第三者が現れたりとか相手方第三者が現れてきた場合にはやはり表示主義になってくるイメージです。この辺りですね 第三者が現れてくるってなるとでこの相手方悪意の場合はこれはまあ意思主義がこう取らえると、まあ、こんな感じですねイメージとしてはそのだからそうすると民法って実はすごいロジカルにできていてその心理療法の場合はちょっと例外なんだけれどもねその相手方とか取引安全の要請がない場合には基本的には表示した人に優しくできていると。 だけど相手方が現れた場合にはその相手方とか第三者ねほかに保護すべきものが現れた場合には取引安全の要請からこういうふうな、えー、表示主義の修正が図っているとであとはこれが善意なのか善意無過失なのかとかあとは趣旨がどうなのかっていうのは条文それぞれで変わってるっていう感じになるので、まあ、慣れてくるとその辺りのところもね自然と、えー、取れるようになってくると思いますでそうすると、えー、この合冊版の方ですけれども合冊版講義メモの方ですけれども、えー、そのことについてま,あまとめたのが1ページ目の最初ということになります要はまあ 意思表示っていうのは結局ね動機があってまあラーメン食べよう美味しそうだと思うわけですねまあ動機があって最初にね、えー、ラーメン食べたいと思う前にねまず一番最初にあそれ美味しそうだなと思うわけでそのラーメン買いたいと思うでラーメン買いたいと思うからお店の人に言おうって思うでお店の人に喋るんですよでそうするとまあ動機内心的公開し表示し表示行為っていう風な、えー、過程を踏んで最終的には喋るっていうことがやる。 だからその時にやっぱり頭の中で、まあ、動機もありますけどねその動機の作法でもやったけれども動機があって動機に基づいて何かを欲するんですよ。で欲せて相手に伝えようと思って伝えるっていうこの過程があってそうすると内心的公開意思と表示に食い違いが表示ることがあるわけだね。でそのような場合にどっちを優先するのかっていうのがその意思主義と表示主義なんですよあごめんなさい、えー。意思主義と表示主義なんですよ。だ意思主義っていうのはやっぱり表示者保護の要請なんですよ。 その内心的公開し通りにしてあげようとだからこちらは表示者保護の要請の基づくもので表示主義っていうのは実際に表示されたもの表示行為表示上の公開しって書いてあるけど要するに表示を重視するでこちらは取引安全ですよね、まあ、相手方であったりとか、まあ、取引安全の要請から出てくるわけですでどっちをやるのかといいうことについてはは、まあ、民法は 原則として意思主義なんですね。原則としてやっぱ意思主義なんですね。でその上で、その相手方第三者との必要がある場合に例外的に表示主義と、まあいう形で、えー、一応構成されてますよというのが、とりあえずのその意思表示のまとめということになります。まあ正直ねあのここの部分については慣れ慣れるというかね、あそういうふうに考えていくんだなっていうところがまあ見てあげれば大丈夫だと思いますので。 え一応今日の講義の中身としては、えー、これでまとめということになりますで一応あのですね、えー、とレジュメとしては4ページまで一応意思表示は存在しますですので次回の講義ちょっとだけ細かな知識面みたいなものであの意思表示の受領と到達みたいな話はちょっと簡単に、えー、ちょっと折りを見てしゃべっていくということになりますが、まあ、次回の講義はもう新しい内容入っちゃいますこの意思表示っていうのがもう理解できればあとは代理という内容に入りますで代理っていうのは、まあ、今日のところも110条ちょっと触れたけれども 110条でちょっと触れましたけれども、まあ、当事者で A さん B さん2人で、ねえー、その当事者同士で契約を結ぶということもあるんだけどやっぱ代理人というのを、ねえー、使って契約を結ぶという類型って非常に多くあるので、えー、特にあの民法ではその代理というのはすごくあの規定が細かくあってかつです、ね、あの予備試験の問題に限らず、ね、あの法律の論文を作る側からすると代理って結構便利なんですよ。1人増やせるんで えまあ例えば刑法とかでもねとりあえずなんか一人増やせばき共犯の問題が出せるとかねとりあえずまあ火つけとけば放火罪出せるとか <laughs> ある程度問題作る側からすればこれをつけ足すと問題をちょっと複雑にできるっていうのはなかなかあってでその中の1つが代理なんですよ。当事者間二人で契約結ばせるよりは代理人なんか巻き込んで,で代理人なんか好き勝手やらせるとちょっと契約ぐちゃぐちゃんできるんで、まあ、問題作る側からするとその代理っていうものの理解っていうのを問い,問いやすいんですよ室内側は、ね。側のでえ講義のののねなででで中中は次回の中でその 代理について、まあ、1回半ぐらい使うかな1回半ぐらい使って代理権の問題をしっかりやっていくことにいたしますはいでは今日のところはですね、えー、ここまでといたしますので、まあ、復習する際にはまあ講義目も1ページから3ページのところと、えー、それからまあ 事例問題集のところでかなり情報集約して入れてますので、まあ、特にあの通学、ズームで受けられている方は、えー、まあ月、水、銅みたいな形で講義進んでいくので、まあ、復習するときにまあやったことをとりあえずパッと見てまあ納得中心だと思ってください、まあ、暗記するっいうのはいつでもできます極端な話ね演習していく中でできるので、まあ、納得できないところとかがあったらそこのところはまあ質問であったりとかで解消していくでで納得できたという形であればそこのところを、ね、次のところまで納得できた状態が維持できるというところ ところまずはあの持って行ってもらって、であとはどうしても最低限覚えていかなきゃいけないってことはやっぱりあります。なのでその部分についてはまあ、講義メモでとりあえず納得したところを納得して、でそれで暗記しなきゃいけないものについてチェックシートですかね、えー、チェックシートの該当箇所、まあ講義でやっていないところは飛ばしちゃっても全然構わないので、まあ、該当箇所を自分でスラスラ言えるようにしておくといいかなと思います。で特にチェックシートの方もね、あのまあ。 作り方としてはあの講義の内容がまあ理解できているならば結構その 使いやすくはなってます。その言ってみれば講義の内容の順番通りに再現性があるようになってますから、まあ左のことを言われたら右のことが言えるっていうだけです。あの例えば暗記のようにね、その丸暗記するというよりは左で、えー、権利外観法則は何かとか九十四条二項第三章の意義は何かとかっていう形で書いてあったら、それについて大体こういうことだよねっていうことが言えるっていうことを使っていただければと思います。で特に一年コースの場合復習するときに例えば五回目の講義六回目の講義って進んでいくと、まあ一回目を忘れちゃうっていうケースやっぱりあるので。 その時にはまあ講義の前とかにチェックシートの一番最初からバラ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 っと見るっていうのを毎回ルーティンにするとまあさ最初は結構しんどいです。 だけど例えば10回目の講義やってるる時に、まあ、毎回、講義で始める前に最初の、ね、もう10分、20分でもいいんですよチェックシートパラッと見るのをやっとけば第9回が終わるときにはもう1回目、2回目のものっていうのは何回も見てるのでもうわざわざ読むまでもなくさっと流せるようになるので,でそれをしっかりやっていってどんどん,どん,どん広げていくと、まあ、講義大体20何回ありますよねその最後の講義が民法終わった段階でチェックシートの 1, 1個のバーッ というこの一冊全体がまあそんなに時間かからずに極端な短時間で見れるっていう状態を作れますから、まあ、それをなるべくあの作っていけるようにまあ継続をしていくのが民法ポイントだと思いますので,であとは民法どうしても全体像をつかむのが大変な科目なのよ。その 大学とかの講義だと民法1部、2部、3部、4部、5部、6部みたいになって各それぞれに単位が存在しているような科目でしょそうすると結局民法1部でやったことと民法4部でやったことが全然その時期的にも全然違う時期に勉強したりとかで、まあ、ある程度一貫性持ちにくい科目で,でかつ量もだだっ広いので、まあ、一気にやっちゃうという意味ではもうとにかく広く浅くで論文で問われるところを中核的にやっていくというところを、ねえー、まあ1年コースではしっかりと習得していただければと思います。ははいじゃあそれではえ本日の1年合格専用入門 本講座の民法の第1回の講義は以上といたしますそれではお疲れ様でした